ってます。駆けつけた先には燃え盛る炎。一体何が？貨物機の内部へ潜入。もうちょいもうちょい。積み込みの超絶テクニックをとくとご覧あれ。成田空港の舞台裏第3弾、巨大エアポートの奥の奥、今回もドドーンとお見せします。ご存知、成田国際空港。世界101の都市とつながるここ成田には1日およそ600便もが離着陸するんですが、たった今到着したこちらのジャンボ機、不思議なことに窓がほとんど見当たらない。さらに乗客が降りてくる気配もなし。すると突然、あ、開いてく。飛行機の先端がカパーッと開き始めた。カバが大あくびをするがごとく開いた口からゆっくりと出てきたのは貨物。実はこれ貨物専用機。その貨物の中に何やら動くものが。これは人の後頭部では？まさか人を運んできたわけじゃないと思いつつも、今度は中から人の手が。これは一体どういうことかと思ったその時、中にいたのは馬。およそ12時間かけて海外から運ばれてきた競走馬だったんです。あの後頭部の方は飛行中馬の世話をする人でした。こうした貨物機はレーシングカーやヘリコプターなんてものまで運んじゃうんです。年間3500万人以上が利用する成田空港は、実は物の行き来も世界有数の拠点なんです。貨物を降ろした後の機体の中はどうなっているかというと、うわ、広い。一度に最高113トンの荷物を運ぶことができるゆえ、とにかくでっかい。とここで上へと伸びる階段を発見。貨物室の上には何があるのか登ってみると、座席だ。貨物機なのに座席が。でもたったの6席だけ。実はこの席、先ほどの馬の世話をする人など貨物と同行する人用なんです。で、その座席の前方にはコックピット。機長曰く、貨物機と旅客機、見た目は同じでもその操縦は微妙に異なるんだとか。まあ、貨物機の場合は重い重量で飛ぶ時もありますし、飛行機の性能をまあ最大限まで使う時もあるというのが一番大きな違いですね。重い重量で飛ぶことが多いため、離陸時にはスピードが出にくく、着陸では逆に落ちにくい。離着陸にはとにかく神経を使うんだとか。成田空港から日々飛び立つ様々な貨物、ここでふとある疑問が。それぞれの貨物は形や大きさ、重さもバラバラ。それをいかに組み合わせ効率よく安全に積み込むのか。そこにはバランスを取る男の存在が。その凄技はまた後ほど。ところ変わって旅客ターミナル。実は成田空港は全国でも有数の売上高を誇るショッピングモールでもあるんです。ずらりと並ぶのは250を超える店舗。中でも外国人に大人気の店があると聞き、早速その場所へ。それは出国審査を終えた後のエリアにありました。そこは秋葉原という名のお店。なるほど、外国の方には嬉しいジャパンブランドのお土産がドドーンと3000種類。巨大な土産店、その売り上げもすごかった。1日平均およそ1000万円でございます。メイドインジャパンを一堂に集めたこの店で、特にアジアからの方々に人気なのは、そう、お菓子。
中でもこの緑色のパッケージがすこぶる人気なんだとか。確かにあっちにも緑、こっちのカゴにも緑で、その正体は、キキャット抹茶。え、抹茶？抹茶の匂いがあるんだから、だからすごい美味しいタイで、すごい人気です。緑の箱の正体はハバーブレイクでおなじみのあのチョコレート菓子の抹茶味。世界でも有名なお菓子という安心感と、日本オリジナル味というスペシャル感。成田にそのお菓子ありと口コミで広がったらしく、主に中国やタイの方々が日本土産としてかなりの大人買いをしていくんだとか。にしても皆さん、抹茶とは実に渋い。聞けばそもそも抹茶自体がお好きなようで。中にはこんな強者も。抹茶ラブは止まらない。数年前から始まったという抹茶ブーム、それに伴い店では販売スペースを拡大。およそ10種類の抹茶味のお菓子を販売しています。どこでも作れないと思う、日本でだけ。成田空港内の秋葉原で見つけた意外な日本ブームでした。そんな空港内には万が一の事態に備え、消防施設が5箇所置かれています。深夜2時、 A 滑走路に隣接する西文献所から慌ただしく消防車両が出動。一体何が起こったのか。ポンプ入れます。消防車が駆けつけた先にあったのは、燃え盛る炎。炎上しているのは2台のバス。実はこれ、月に一度行われる消火救出訓練。消火に当たるのは成田空港に6台配備されている超大型の化学消防車。1分間にドラム缶30本分の強力な放水が可能で、その射程は80メートル以上。そんなハイテク車両を使い、実戦さながらの訓練を繰り返すのは、もちろん人命救助の最前線に立つからこそ。空港消防の国際基準では、出動から3分以内の現場到着が絶対条件。しかし成田空港の消防は、はい、この下。それよりも厳しい2分以内に設定。高い目標をクリアすべく日々訓練を積んでいるんです。それゆえ隊員のスキルは世界でもトップレベルだといいます。有事の際は安心して、任せていただけるような、空港消防を目指していきたいと思っております。雨足が強まってきたある日の夕暮れ時、隊員が航空機の監視任務に当たっていたその時、管制塔から出動要請が。すぐさま化学消防車へ乗り込み、要請場所へと向かいます。夜の訪れとともに、次第に激しさを増す雨と風、視界も悪くなってきたことで、万が一に備えすぐに駆けつけられるよう滑走路脇での待機要請が入ったのです。そこにはひたむきに空港の安全を願うプロたちの姿がありました。今成田空港で増えているのが格安航空会社 LCC。 安全かつ低価格を実現するため、さまざまな工夫をしているんです。その一つが旅客機の着陸から次の離陸までの間にありました。こちら到着したばかりのある LCC、作業を行う外回りのスタッフはたったの3人、皆女性です。
この旅客機の出発予定は40分後。まずは手荷物が入ったコンテナを3人がかりで下ろすと、1人は素早くそのコンテナを到着ターミナルへ。で、残った2人は何をするかというと、出発15分前、安全監督者でもある1人が不思議な行動に。機体をペシペシしたかと思ったら、竿のようなものを手に取り、スルスルっとパイロットに何かを渡した。一体何を渡したのか。時間を5分前に巻き戻してみると、先ほどの安全監督者後藤さんが何かを書いていた。パイロットに渡したのはこれ、手荷物の重さや配置などを記したフライトには欠かせない大事な書類だったんです。お客さんの中を待って上がってると時間がそれだけで過ぎてしまうので、それなるべく早く上げるために、限られた人数でテキパキと仕事をこなす、これも LCC ならではの知恵。その頃3人目のスタッフ坂村さんが何やらクワガタの頭のような車両を巧みに操り旅客機に近づく。するとその車両で後輪をガチッと挟み込んだ。乗客も乗り終え出発予定時刻も近づいたその時、ブロックアウト47分です。旅客機が後ろに下がり始めた。引っ張っていたのはさっきの車両、でも誰も運転していない。で、旅客機の前方を見ると坂村さんの姿が。彼女の手には何やら四角いものが。実はこれリモコン、あのクワガタ車を遠隔操作していたんです。通常航空機を誘導路に出す作業はこのようなトーイングカーという車を使って2人から3人で行います。そこでこちらの LCC では1人でも作業可能なハイテク特殊車両を国内初導入していたんです。少数精鋭で安全と格安を実現する、そこには LCC ならではの知恵と工夫がありました。再び貨物専用機、大きさや形、重さもバラバラな貨物、それらをパズルのごとく組み立て目的の貨物機にビシッと収める男がいるといいます。平たく言えば貨物機のバランスを取るプロ、それがこの方、一ノ瀬武さん34歳。ロードプランナーと呼ばれる一ノ瀬さんの仕事、ちょうど設計図らしきものの作成中。ちなみに重い貨物は機体のどのあたりに積むんですか？強度が強い場所がここの、あの真ん中、まあ、羽の部分ですね、羽の部分に、なってくるので、はい、そこに、搭載をしてあげ、区画ごとに搭載量が決まっているためどこに何を置くかが腕の見せ所。この日バランスを取る男にはいささか気になる貨物が。確認したかったのはこの細長い貨物。さて、これをどう積み込むか。とはいえ形や重さだけで積み方を決めるのはご法度。貨物の中身は千差万別、温度管理が必要なものから隣り合わせが好ましくないものまであるからなんです。もうちょっと引っ込めた方が多分パレットを後ろに来た時に若干当たるかもしれない。で、バランスを取る男が導き出した組み合わせがこれ。台座から 1.5 メートルもはみ出した。隣に積む貨物に影響はないのか。出発2時間前機内への積み込みがスタート。一ノ瀬さんはあの細長い貨物をどのようにバランスよく配置したのか。お願いしますよ。その掛け声とともに貨物が機内へ。床に設置されたローラーを操り向きや進む方向を細かく調整していく。そんな中突然流れが止まった。
あの細長い貨物。もうちょいもうちょい。ローラーを駆使し慎重に向きを整える。そして無事に機内へ。しかし隣り合わせとなる貨物もでかい。このままだとあの出っ張りにぶつかってしまうのでは。後ろから貨物が接近。ギリギリで寸止めなのかと思ったら差にあらず、かなりビタッと刺さってはないっすね。刺さってないんすか。こんな感じです一応。なるほど、お見事。バランスを取る男はこの出っ張りを計算して隣り合う貨物のサイズを決めていたんです。これぞプロの技、あっぱれ。ぴったりと回ってますね。見ると気持ちいいですね。バランスを取る男の緻密な計算で88トンを無事搭載。定刻通り目的地へと旅立ちました。巨大エアポート成田国。広さ東京ドーム250個分、1日700便が行き交っていた成田国際空港。年間4000万人以上が利用していた空の玄関口も、去年2月以降利用者が激減。がらりと変わってしまった巨大エアポート。その舞台裏にカメラが入った。見えてきたのは私たちの見えない場所で働くプロフェッショナルたちのリアルな今。巨大貨物機により多くの荷物を安全に積み込め。うわすごい広。しかし荷物は不揃いのものばかり。積み込みのプロはどんなアイデアで安全に搭載するのか。これ以上傾いちゃうと危ないですね。積み込みの超絶テクニックをとくとご覧あれ。飛行機の安心安全な運航を支えるべく、日々機体の点検に汗を流す女性整備士。彼女が点検の際いの一番に行うのは、機体につないだケーブルの赤いスイッチを押すこと。今日も安全に空へと送り出すため、飛行機自体にもダメージを与えてしまうことが。整備のプロの目は些細なことも見逃さない。ゴーニエッジがぐるぐるだから。あ、そして見つけたある不具合。いつもと違う成田空港第2弾。空の凄腕仕事人たちの今を見つめます。朝8時の出発ロビー。以前なら利用客が行き交っていた時間帯も人影はほとんどなし。旅客機の大半は欠航が続いていました。しかし滑走路を見るとなぜか飛行機が渋滞中。駐機場にも多くの機体が止まっている。これは一体どういうことなのか。たった今到着したジャンボ機に目を向けると、機内から大きな荷物が。そう、先ほどの飛行機の多くは貨物機だったんです。成田空港は世界有数の物流拠点。コロナ禍で旅客機の運航本数が激減したため、これまで旅客便で運んでいた荷物が運べなくなった。その荷物を運ぶため貨物専用便の需要が増えているんです。一度に最大133トンもの荷物が積めるこのジャンボ貨物機。貨物をすべて下ろした後の機内はどうなっているのか。特別に中を見せてもらうと、うわすごい広。長さ55メートル、横幅 3.4 メートルととにかくでかい。このジャンボ貨物機、
最大の特徴は、そう、ノーズ部分がカパーッと開く仕組みになっているんです。ここを利用することで、映画館のスクリーンや F1 カー、小型飛行機などが輸送できるんです。中にはこんなものも。貨物の中に何やら動くものが。ん？これは人の後頭部では？まさかと思いつつも、人の手も出てきた。こりゃ一体どういうことかと思ったその時、中から出てきたのは馬。運ばれてきたのは競走馬だったんです。あの後頭部の方は飛行中馬の世話をする人でした。運ばれてきたものが置かれる場所には乗用車や飛行機のエンジンなども。で、来るものあればこれから運ばれるものあり、荷物は大きさや形、種類に重さもバラバラ。これらをいかに安全に効率よく貨物機に乗せるか。そんな課題をパズルのごとく組み立て、搭載機にビシッと収める仕事人がいるんです。白長谷美咲さん28歳。貨物機の荷物を配置するロードプランナー。平たく言えば飛行機のバランスを取るプロ。平瀬さんはこの日、ロサンゼルス行きの便を担当。どの荷物をどう乗せるか試案中。貨物機は区画ごとに搭載量が決まっており、どこに何を置くかが腕の見せどころ。とはいえ、形や重さだけで積み方を決めるのはご法度。温度管理が必要なものから隣り合わせが好ましくないものまであるからなんです。何も考えずに変えちゃうと結構燃料消費が激しくなっちゃうので、配置が悪いと燃費も悪くなる。何事もバランスが大事。この日、資料を見てかなり気になる貨物があると言います。確認に向かうと、これですね。上海から届き、ここ成田で積み替え、ロサンゼルスへ運ぶ白いカバーの貨物。気になるのは、下の引いてる板、パレット、外径がここまであるんですけど、それよりもこの貨物自体が外側に出てきちゃってるんですね。確かに上に行くほどせり出している。しかもこの貨物、別の面も傾いているんです。こんな感じに。これ以上傾いちゃうと危ないですね。この厄介な貨物、さてどう積み込むのか。空港で働くことに憧れ、今の会社に就職。次第にこの仕事に興味を持ち、3年前資格を取得しました。どれだけ貨物を多く運べるかっていうところで、組み方一つでより多く、1個でも10キロでも多くの貨物を積めたりするので、やりがい感じますね。出発2時間前、白長谷さんが考えたプランで機内への積み荷作業がスタート。あの傾いた貨物はどのように配置するのか。機内へ次々と運び込まれる貨物は、床に設置されたローラーを操り、向きや進む方向を細かく調整。白長谷さんの設計図通りに所定の場所へ。そしてあの問題の貨物が機内へ。傾いた一面がこの時点では外側で、すぐさま向きを変え、もう一面の傾きを外側に、はいよ。そしてそろりそろりと移動。しかし左側の貨物との隙間はわずか。傾く上の部分がぶつかってしまうのでは。こっちで大丈夫、接触してない。ああ、OK。 隣り合う貨物と接触することなく見事な配置。
となると気になるのはもう一つの傾く面。そっちはどうなっているのか。確認すると、前の貨物との幅はわずか数センチ。これまたお見事。白瀬さん、傾いて出っ張る部分を計算して隣り合う貨物の種類を決めていたんです。これぞプロの技。これ計算通り。まあギリギリでしたけど一応バランスを取るプロの緻密な計算で112トンの貨物を搭載。帝国通りロサンゼルスへ。どんな便でも私に任せたら大丈夫と思ってもらえるようなそういうプランナーになれたらいいなと。一つでも多くの荷物を安全に運ぶ、それが凄腕仕事人の願いです。安心安全な運行、その最前線を担う凄腕仕事人がいた。すいません、はい、これ何をやってるんですか。ボイング 777-300ER という飛行機の重整備をやっています。坂本梓さん38歳、航空機の整備一筋18年の仕事人。子供の頃から機械いじりが大好きでこの世界に入ったといいます。機体が到着し出発するまでの間に点検整備を行うライン整備が彼女の仕事。私手を動かすのが好きなんですけど器用な方ではないので、いろんなものを得得するのとかに時間がかかったり結構大変でしたね。幅広い知識と経験が必要な整備士。彼女は言います。必ず安全に成田まで帰ってくる飛行機を送り出す、それが自分の務めだと。この日担当するのは前日バンクーバーから到着し間もなく出発を迎える旅客機。北京に行く貨物チャーターで成田空港の出発のロビーのとこには出てこない飛行機なんですよね。コロナ禍で乗客は見込めない。しかし物流の需要はある。そのため本来は旅客機だけど貨物のみを乗せ運航する便が増えているんです。坂本さんすぐさま機体の外回り、エンジン、タイヤなど細かく確認で、それが終わると何かを押した。押したのは赤いボタン。これ一体何なのか。飛行機に電源を供給しました。コンセントみたいな感じですね。この赤いボタンは飛行機の主電源スイッチ。これを押すことで航空機に電気を供給するというわけ。機体の補助動力装置を作動させるまではこのケーブルから電気を送り、詳細な点検を行うんです。ドアを開け機内に入る。で、真っ先に向かったのはコックピット。そしてこれが飛行機に電源が入った音。一番最初にコックピットをチェックするんですか。そうですね、何かあの不具合があったらメッセージとしても出てきてくれるのでそれで確認します。このボーイング787という機種、電子部品が多いため早めに電源を入れ機器が正常に作動するかどうか、はい、様々なチェックをするといいます。じゃあエレベーター動かすよ。はい、グランドクリア。始まったのは操縦桿を使っての翼の作動テスト。エルロンを動かします。はい、クリアです。エルロンとは左右に曲がるときに使う補助翼のこと。コックピットだけで100以上のチェック項目があるといいます。それをすべて終えて向かったのは客室。お客さんが乗らず貨物機として運行するのにこんなところまでチェックするんです。
その時、振り向いた坂本さんがちらりと腕時計を見て足を止めた。するとメモを取り出し何かを書き留めた。そして足早に同僚のところへ。 52H がぐるぐるだから、52H がぐるぐる。実は坂本さん、ある不具合を見つけていたんです。エブリィ、いつもと違う成田空港、空の凄腕仕事人たちのリアルな今。整備士歴18年の坂本さんがこの日担当するのは、本来は旅客機なんですが、乗客を乗せず貨物専用便として運行する北京行き。客室をチェック中、何かを見つけた坂本さん、一体何に気づいたのか。 52H がぐるぐるだから。52H がぐるぐる？ぐるぐるって何ですか？これがぐるぐるぐるって言ったやつです。見つけたのはこのぐるぐる。52列 H の席の個人モニターが起動できておらず、ぐるぐるの状態になっていたんです。すると坂本さん、すぐさまモニターを外し、作業開始。中のマイクロ SD カードが問題と判断。早速予備と交換することに。しかしこの飛行機は乗客を乗せない貨物便。急いでぐるぐるを直してもお客さんが見ることはありません。 OK ですね。OK ですか？はい。たとえお客さんが乗らなくても点検し整備するのが自分の仕事。そしてこんな思いも。もしかしたら北京から家に帰ってきた時にすぐ旅客便として使うかもしれないので、いやーじゃないですか。なんでそういう思いはさせたくないかなっていうのがあるんで。坂本さんが教えてくれました。整備士とは全ての便の安全な運行をチーム一丸となり確実に実現していく。常にその使命感を持ち汗を流す仕事なのだと。お客さんの乗らない貨物便、自分たちが整備した飛行機を最後は深々と頭を下げ送り出します。いろいろくじけることとかまだまだあると思うんですけども、まあ、根気強く負けないようにやっていって、まあ、常に明るく前向きにやっていけたらいいなと思います。いつもと違う成田空港、そこにはまだまだ私たちの知らない仕事人がコロナの中頑張っています。それはまたいずれ別の機会に。エブリィ、広さ東京ドーム245個分、巨大エアポート成田国際空港。利用する人の数だって半端じゃない。そんな巨大空港の普段は見られない奥の奥までカメラが潜入。うわ、なんだこれ。謎の地下通路の正体とは。ある国の女性に大人気、大人買いされるお土産があった。かわいい。巨大エアポートの表から知られざる禁断のエリアまでズズズイッとご案内いたします。ご存知成田国際空港、以前ご紹介したのは預けた手荷物がきちんと目的地に届く秘密に、旅客機の貨物室に入って分かったコンテナの角が斜めになっているわけ、そして安全運航に携わる航空整備士。なんかいつもより男しくないですか？しかし巨大国際空港の秘密はまだまだあった。こちら多くの方たちでにぎわう出発ロビー。そんなにぎわいも午後11時、最終便を送り出した後は
朝までしばし立ち入り禁止エリアに。旅客機もつかの間羽を休める時間と思ったら、午前0時動き出した飛行機が。空港の片隅で止まるや、そこへ集まってきたのは数台のトラック。積み込まれていたのは何やら長い棒。それ何ですか？モップですね。モップ。すると、 C の安全確認。確認よし。モップとバケツを手に男たちが始めたのは、そう、飛行機の洗浄。全長およそ55メートル、幅48メートルのこの機体を洗うのは10人の作業員。しかも全て手作業。機体には目に見える汚れだけではなく、細かな汚れの粒子もこびりついている。それが空気抵抗となり、燃費効率が悪くなるんだとか。機械に頼らないのは、人の手でないと細部まで洗えないからだといいます。こちらの方がゴシゴシやるのは、高さ16メートルの尾翼の先端。10人でひたすら機体を磨き上げることおよそ4時間。お客様には綺麗な飛行機乗っていただきたいんで、その辺は頑張って毎日作業を実施してます。飛行機って意外にもアナログな方法で綺麗になっていたんです。1日およそ300機が飛び立ち、300機が着陸する成田空港の滑走路。真夜中、その滑走路に止まる1台の車。何かの作業中のよう。中を覗くと不思議な形の機械が。とその時、突然赤く光り何かをロックオン。するとくるりと回転しストップ。で、その先にあったのは航空灯火と呼ばれるもの。夜間や悪天候の時、パイロットの道しるべとなる大事な明かり。空港全体でおよそ1万4000灯もあるんだとか。掃除しないと 50% ぐらい高度が低下しちゃうみたいなんで。こちら、その航空灯火の清掃車。旅客機のタイヤに接する特に汚れる航空灯火に、アームの先端からドライアイスの粒子を吹きつけ、タイヤのゴム汚れなどを削り取る。洗浄が終わると、灰元の位置へ。夜が明け、にぎわう旅客ターミナル。実は成田空港って巨大なショッピングセンターでもあるんです。土産店はもちろん、ネイルサロンや郵便局に理髪店、その数合わせて250店舗のラインナップ。中でも外国の方に大人気の店があると聞き、早速その場所へ。その店は出国審査後のエリアにありました。そこは秋葉原という土産店。店内にお邪魔してみると、およそ3000種類に及ぶ品揃え。ずらりと並ぶのは、なるほど、外国の方が喜びそうなジャパンブランドの数々。1日7000点が売れ、その売り上げは平均900万円というモンスター土産店。成田空港内にある秋葉原も本家同様、外国人に大人気。とここで店長からある情報が。お店にいて、タイのタイ語を聞く機会が非常に増えたといいますか。タイからの訪問者は2012年過去最高に。経済の好調やビザ発給の緩和などが理由と言われています。そんなタイの方に大人気の商品があるという。その売り場には、おお、人だかりが。聞けば皆さんタイの方。彼女たちが手にしていたのは、東京バナナのバナナプリン味。関東圏の一部百貨店と羽田空港、そして成田空港のみで売られている限定商品。
キリン模様のふかふかのスポンジケーキの中にはバナナを裏ごしした特製カスタードクリーム、ほんのりカラメル味がアクセント。にしてもタイの方、なぜこのお菓子をお買い上げに？ My friend is delicious. 日本帰りの方からその美味しさが広まったらしい。恐るべし口コミパワー。 It's very popular and good taste. かわいい。 Pack it. It's pink, my favorite color, and you know, like it's bold and it's look cutey.ピンクのパッケージにリボンのデザイン。味もさることながらその可愛さも人気の秘密。ところ変わって空港内のとある場所、作業員が一人と思ったら突然姿を消した。その場所に行ってみると、そこにはマンホールらしきものが。すいません。はい。あ、すいません、今何やってらっしゃるんですか？こちら施設の点検を行っております。許可を得て下へ降りると、うわ、なんだこれ。そこにあったのは黒くて長い筒状のものが2本。奥へと進んだその時、今ゴーってしました。これは多分着陸ですね。え、着陸？この上が滑走路になっておりまして、航空機が離発着します。実はここ滑走路の真下で、この筒状の長いものの正体は、航空燃料が詰まっております。成田空港で使われる航空燃料、実は千葉港からつながる全長47キロの地下パイプラインを通じ空港内の貯蔵タンクへと送られてきます。そこからこの配管を通り飛行機の下まで運ばれるんです。で、この先どのように飛行機へ燃料が積み込まれるかというと、こちら1時間後に出発予定の旅客機、横付けした給油車のホースを地面のバルブに接続。これで先ほど見た地下の配管とつながるというわけ。ちなみに飛行機の燃料ってどこに入っているかご存知ですか？翼の中です。そう、飛行機の燃料って翼の中に入っているんです。しかし給油の様子を見ていると、左の翼にだけしか入れていない。これではバランスが悪いと思いきや、反対側の翼には客室の下を通って送られていたんです。両翼に均等に入れることでバランスもバッチリ。風向きや天候の影響を大きく受ける旅客機、そのため航空会社にはこんな役割を担う人がいるんです。彼女は人呼んで風を読む女。無線の相手は着陸したばかりのパイロット。その内容を聞くと、パイロットが伝えた TB1 とは機体の揺れ具合を表す数字。彼女は運航管理補助者。安全な飛行プランを立てるため航路上の気象データや各方面より戻ってきたパイロットから風や雲の情報を集めるのが仕事。そうして集めたデータはフライトを控えたパイロットへ伝達。一番入れてるのは4万ぐらいになりますし、はい、だいたい離陸後3時間と25分ぐらいのところになります、はい、今日。じゃあ今日はエンルートの揺れか。そうですね、到着時の天候は特に問題はありません、はいはい、私たちのフライトの準備をスムースに進めるために各べからざる存在だということですね。的確に風を読み安全運航を支える運航管理補助者。気をつけていってらっしゃいます。クルーの皆様お気をつけて。巨大エアポート成田国際空港、そこにはまだまだ私たちが知らないあっと驚く秘密が盛りだくさん。ロマンチックでした。それはまたいずれ別の機会に。
広さ東京ドーム250個分、巨大な空の玄関口、成田国際空港。年間4300万人が利用するこの巨大エアポートの普段見ることができないエリアにカメラが入った。預けた荷物が間違わずきちんと搭乗機に積み込まれるわけ。その舞台裏を大公開。間違わないわけはこの赤い光だった。今外国人旅行者がこぞって買い求めるのは、これ仙台。ああはい、わかりました。仙台だから分かっています。仙台に鎌倉、さらに小樽と地方の銘菓が大人気。旅客機の到着から次の出発までに密着。キャビンアテンダントが出発前に必ず行う重要な任務があった。深夜の空港も大忙し。2500メートルの滑走路で行われるレアな点検作業。その最中、カメラが捉えたのは、すごいですよ。このシーン多分初めてだと思います。テレビで。巨大エアポートの舞台裏へあなたをご案内いたします。世界144の都市とつながり、1日700便もが行き交うここ成田国際空港。出発ロビーのチェックインカウンターには1日およそ6万個の荷物が預けられています。どちらに行かれるんですか？ハワイに行きます。疲れてるからのんびりしてこようかな。アゼルバイジャン、世界遺産巡りをねずっとここ8年間してましてね、今180ぐらい行ってます。行き先もバラバラなお客さん。でも預けたバッグは同じベルトコンベアーへ。これなぜ間違わずに搭乗機へと積み込まれるのか。その秘密を探るべく荷物にカメラをつけ追いかけてみると、荷物はまず出発ロビーのある3階から一つ下の2階へ。でそこは複数のベルトコンベアが複雑に入り組む、まさにインターチェンジのようなエリア。とその時、トランクに赤い光線のようなものが当たった。実はこの赤い光が荷物を目的の便へと誘う秘密兵器なんです。いろいろな角度から赤外線センサーを照射してバーコードを読み取っています。そう、赤い光はバーコード読み取り機から出ているんです。荷物を預ける際につけられるタグ、そこに記されたバーコードに便名などの情報が書かれていて、その情報を9箇所ある読み取り機のいずれかで瞬時に把握。すると荷物は主が乗る便を目指し左へ下へと次々に枝分かれ。でたどり着いたのは荷さばき場という場所。ここからは人の手によって目的の便に乗せるコンテナへ積み込まれるんです。硬い荷物や重いものは下へ、片や柔らかいものや軽い荷物は上の方に。と作業をしている人の中に女性を発見。重そうな荷物もひょいと片手で移動。その姿よく見ると、何か黒いものを背負っている。これは一体。すいません、あなんか背中についてる、はい、何ですか？あ、これはアシストスーツといって、荷物を積んだり下ろしたりするのに人をサポートしてくれる道具です。腰部分のモーターが少ない力でも重いものを持ち上げられるようアシストしてくれる優れものらしい。
なかなかやっぱり女の人だとね、持ち上げる力もやっぱり男性に比べてないですし、すごく役立ってると思います。行き先の最終確認は人の目で。こうして行き先別にコンテナに積まれた荷物は旅客機の貨物室へ。預けた荷物はこのような流れで間違わずに搭乗機へ積まれていたんです。一方、お客さんを降ろした後の到着便はどのような流れで次のフライトへ向かうのか。そこである旅客機の到着から出発までに密着しました。たった今上海から到着し、5時間後に出発を控えたこの便の場合、乗客が降りると清掃担当のプロたちが素早く機内へ。およそ200席あるこの旅客機だと通常10人で清掃や備品のセッティングなどを40分で行わなければならないといいます。AED キット、 AED キット、はい、2箇所シール OK、 2箇所 OK。 出発まで時間のあるときはちょっとしたおもてなしをするスタッフも。トイレットペーパーの端を丁寧に折りたたんでセット。そして下のペーパーは別の折り方で。何ですかこれ。お花とダイヤモンドを作りました。皆さんこういうことをされるんですか、時間があるとき。あ、そうですね、みんなやる。担当者によりいろんな折り方があるといいます。気持ちよく乗ってもらえたらいいなと思います。その頃、旅客機の外では翼の下に車がピタリと。やおらホースを取り出して地面の穴にジョイント、そしてもう一つのホースを翼の下につないだ。あの、今何の作業されていたんですか。はい、これから燃料を搭載するところです。そう、この車両は給油車。地下のパイプラインから燃料を送っているんです。で、給油の際欠かせないのがこの作業。飛行機のいわばガソリンであるジェット燃料の目視点検。余分なゴミがないかとか、あと水分が入っていないかとか、そういうところを見てました。安全な空の旅を。それゆえジェット燃料にはより厳しいチェックが必要なんです。あ、こんにちは、お願いします。お願いします。出発1時間前、パイロットとキャビンアテンダントが続々と機内へ。早速始まったのはお客さんを迎え入れるための最終チェック。特に機内食は数はもちろん内容まで積み込んだ担当者と細かく確認していきます。コックピットミール、はい、名分中でもとりわけ重要なのがこれ。ライフベストがちゃんと備わっているかというのを確認しております。私たちは保安要員ですので、安全を守ることが一番ですので、非常用機材がいつでもちゃんと使えるかということを必ず確実に確認をしています。一方、機長は何をしているのか。コックピットを覗かせていただくと、出発に向けもろもろ準備中。そしてフライト30分前、機長が席を立ち、なぜかずんずんと旅客機の外へ。と思ったら地上にまで降りちゃった。で、機体の周りをうろうろ。出発直前トラブル発生か。実はこれ、航空法で定められている外部点検。フライト直前、機体に異常がないか機長自ら目視でチェックするんです。点検って、はい、基本あの整備の方がやられているんだと思ってるんですけど、はい、整備士もやっておりますが、最終的には我々がやっぱり責任を持ってやらなきゃいけないと思います。
そしてお客さんも乗り、いよいよフライトの時間。上海から到着した旅客機はおよそ5時間後、ホーチミンへ向け出発。安心安全で快適な空の旅は、さまざまなプロフェッショナルの手により支えられていました。国際空港のもう一つの顔、そう、成田空港は全国でも有数の売上高を誇る巨大ショッピングセンターでもあるんです。中でも外国の方に人気なのがこちら、秋葉原というお店。店内にはメイドインジャパンの商品がドドーンと5000種類。さて皆さん、どんなお土産を買っているのか。お土産は何を選んだんですか？お土産はこれ、鎌倉の名物で、今月。上海からの男性は鎌倉の銘菓をチョイス。今月で本店も行きまして、はい、すごい詳しい。香港からのカップルが選んだのは、これ美味しいらしいケーキ。ケーキ仙台メーカー、萩の月じゃありませんか。これ仙台。あ、はい、わかりました。知って買ってるんですか。それすごい。あ、はい、仙台だから買っています。今度は仙台行きます。で、あちらの女性は同じものを何個もお買い上げ。なんでこんなにいっぱい取り寄せたか。ああ、それは中国の网站上面很有名。その正体は北海道小樽の洋菓子店、ルタオのチーズケーキ、ドゥーブルフロマージュ。ここ数年、北海道ものの人気が高く、レア度の高い限定商品ともなれば、大人買いしていく人も多いといいます。日本人よりも詳しい方もいらっしゃいますし、地方にしかない限定商品だとか銘菓という言われるものを求められる方が特に増えているように感じます。テレビは魅力がある言葉ですよね。限定品は魅力のある言葉、確かにおっしゃる通りで。にぎわっていた旅客ターミナルから人影が消える頃、最終便を送り出した滑走路がにわかに騒がしくなる。旅客機がつかの間羽を休める明け方までの間に、忙しく働く人たちがいるんです。夜間や悪天候の際、パイロットの道しるべとなる大事な明かり、航空灯火。空港全体で1万5000個あり、日々の清掃点検は欠かせないんです。航空灯火はやはりパイロットに向けて目から入る情報を入れてる、すごい重要な設備になっているので、365日毎日どこかの点検はしています。一方、2500メートルある B 滑走路では、645月に一度行うという測量のような作業中。はい、OK です。これ侵入閣指示灯の検査。侵入閣指示灯とは、滑走路の脇に4つ並ぶこれのこと。着陸するパイロットに適正な侵入角度を教えてくれる重要なライトなんです。実はこのライト、見る角度によって色が変わるんです。これを4つ同時に見ることで、飛行機が今何度の角度で滑走路へ降りようとしているか確認できるんです。通常飛行機は3度の角度で進入します。その時、滑走路脇に4つ並んだライトが赤2つ、白2つに見えれば OK。 着陸に適正な3度ということになります。しかし、適正でない角度だと白が増えたり赤が増えたり、着陸は適正でないと知らせてくれるんです。実際、パイロットの目にはどのような感じで見えるのか、高所作業車に乗せてもらい、
滑走路の上から見せていただきました。すげえ、すごいですよ。ここのシーン多分初めてだと思うんですけど、 B 滑走路の右脇に4つ並ぶ進入角指示灯を3度の角度で見ると、赤2つ白2つで OK な角度。作業車の高度を徐々に下げ、見る角度を3度から2度にすると、右から2つ目のライトにご注目。お、変わった。ライトが白から赤に。パイロットは着陸に適さない角度だとわかるんです。この重要なライトが強い風や地震の揺れなどで角度が変わっていないかを月に一度念入りに OK ですチェックするんです。深夜1時、格納庫に集まった8人の男、その手には何やら長い棒が。静まり返っていた格納庫が一気に騒がしくなる。男たちの汗だくのミッションが始まった。それは旅客機の洗浄。全長およそ57メートル、幅60メートルの機体を洗う8人の作業員。洗剤を使い、すべて手作業で洗っていくんです。とりわけ念入りにゴシゴシやるのは胴体の下部分。こびりついたオイル汚れなどが空気抵抗となり、燃費効率を悪くするといいます。中でも洗うのが難しいのは、飛行機は突起物が多く、どうしても洗い切れない部分が多くありますので、速度や高度を計測するセンサー類の周辺、一滴たりともセンサーの穴に水が入らぬようしっかりと養生した上で、人の目で慎重に確認しながら旅客機丸ごと洗っていくんです。8人でひたすら磨き上げることおよそ4時間。最後は水で洗い流し、朝5時に作業は終了。今日9時40分ごろ、この飛行機が飛んでいきますので、飛行機に乗られるお客様がこの飛行機を見て綺麗だなと思っていただければ、幸いですね。巨大エアポート成田国際空港、そこにはまだまだ秘密がいっぱい。それはまたいずれ別の機会に。広さ東京ドーム245個分、そんな巨大エリアに広がるのは、そう、成田国際空港。世界99の都市とつながり、年間の利用者数は3279万人。働く人の数だって半端じゃない。その数およそ3万9000人。そんな巨大空港の普段は見られない隅の隅にまでカメラが潜入。渋滞になってる。外国人が大量買いしていくあるお土産があった。真好吃啊，在台湾很有名。旅には欠かせぬ大事な手荷物、預けた後を追ってみると。あ、すごい、いつも心配です。ちゃんと現地まで届くかどうか。その心配、本日ズバッと解決しちゃいます。荷物がきちんと目的地に届く秘密を大公開。日々旅客機の安全運航に携わる女性整備士に密着。出発直前、彼女が気づいたのは、なんかいつもより男しくないですか。整備のプロフェッショナルが取った対策とは。巨大国際空港の表から知られざる禁断のエリアまでズズズイッとご案内いたします。ご存知、成田国際空港。出発ロビーには多くの旅行客の姿が。旅立つ皆さんが見上げるのは出発便を表示する電光掲示板で、よーく見るとあることに気がついた。出発便がやたらと集中する時間帯が。この時の滑走路は一体どうなっているのか。これはぜひとも間近で見てみたい。そこで関係者以外立ち入り禁止、
滑走路のすぐ脇に案内してもらうと、そこには、あ、渋滞になってる。見えてきたのは旅客機の渋滞。離陸の順番待ちをする旅客機がずらーりと。1日の平均離着陸数は570便。それを担うのは2本の滑走路。ピーク時ともなると離着陸は2分に1回のペース。多くの人が行き交う巨大国際空港のもう一つの顔、それは買い物とかお土産を買って化粧品とか見たりそう、成田空港って実は全国でも有数の売上高を誇るショッピングセンターでもあるんです。土産店はもちろん、電気店や水着専門店、青果店に至るまで、その数合わせて250店舗のラインナップ。中でも外国人の方に大人気の店があると聞き、早速その場所へ。その店は出国審査後のエリアにありました。で、案内されたお店がこちら、秋葉原。店内へお邪魔すると、なるほど、外国の方が喜びそうな和菓子からジャパンブランドの電化製品などなど、日本中の商品を一堂に集めた店舗。そこはおよそ3000種類の品揃えを誇る巨大土産店。多い日には1日9000点が売れるという人気の店。その売り上げもすごかった。1日に970万円の売り上げになっております。成田空港内にある秋葉原も本家と同様、外国人に大人気。メイドインジャパンを一堂に集めたこの店で、特にアジアの方々に大人気の商品があるという。その名は薯条三兄弟。直訳するとポテト三兄弟。売られているコーナーを覗いてみると、お、まさに大量買いをしているお客さんが。重ねた箱にはジャガポックルの文字。これ北海道産のジャガイモをオホーツク海産の焼き塩などで味付けたスナック菓子。ポテト三兄弟の呼び名は、そう、箱のデザインから。本来北海道限定販売なんですが、2010年から特別に成田空港でも売られるようになりました。人気商品ゆえ、購入はお一人様5個まで。分かってはいるけど、欲しいものは欲しい。なんとか箱ごと売ってくれないものかと台湾の団体さんから申し入れが。ところが、箱のままだと機内に持ち込ませてもらえないんです。というわけで、残念ながらポテト三兄弟の箱買いはかなわず、人数分の枠を目いっぱい使い、マックス25個を買い上げ、締めて2万円なり。にしてもこのお菓子、台湾ではそんなに有名なんですか？真好吃啊，在台湾很有名，Number one。Number one。对，还可以再多买几盒吗？人気のしつけ役は、北海道を旅した中国系観光客との説が有力。その美味しさが口コミで広がり、日本土産のニューフェイスに。ところ変わって再び出発ロビー、チェックインカウンターにはご覧の行列。聞けば皆さんの行き先はバラバラなのに、預ける手荷物は全て同じベルトコンベアへ。ここである疑問が。どうやって間違わないでいくのかは不思議です。分かれていくのか。預けた手荷物はいかにして間違わずに目的の飛行機へと積み込まれるのか。その秘密を探るべく荷物を追いかけてみると、荷物はまず出発ロビーのある3階から一つ下の2階へ。で、そこにあったのは複数のベルトコンベアがあっちこっちで行き交う、まさにインターチェンジのようなエリア。と、その時、トランクに赤い光線のようなものが。実はこの赤い光線が手荷物を目的の便へと運ぶ秘密兵器なんです。
こちらはバーコードリーダーになります。そう思い出してください。荷物を預ける際につけられるバーコード付きのタグ、これに便名などの情報が記されているんです。手荷物のタグを読むことで、手荷物を目的地ごとに仕分けすることができます。あの赤い光線が瞬時にバーコードを読み取り、運ぶべきエリアをコンピューターが把握すると、荷物は次々と枝分かれし、あとは目的の便を目指しまっしぐら。とはいえ、読み取れない場合もあるのでは。8箇所つけることによって、手荷物についているバーコードを確実に読み取ると。そう、実はこのバーコード読み取り機、上に4箇所、左右に2箇所、下に2箇所の合計8箇所に設置。通過するタグは決して見逃さない。で、最終的に手荷物が行き着いたのは目的の便に載せるコンテナの前。最後の積み込みは人の手の出番なんです。なぜかというと、お預かりしている手荷物はセンサーは別にして、硬いものもあれば小さいもの、大きいもの、柔らかいもの、いろんな種類がありました。でこの限られたスペースなどを最大限利用して、なおかつ手荷物にダメージを与えないために、やっぱ人の手が必要だと。硬い荷物は下へ、柔らかいものや小さいものは上に。プロたちの気遣いで効率よくコンテナへ積み込まれた荷物は飛行機の貨物室へ。ここでふとあることに気がついた。コンテナを横から見ると、角の一つがカットされた五角形。すみません、なんでこの形なんですか。半分に切ると、はい、丸なんですね、はい、この丸の中にコンテナをうまく入れるようにコンテナの角をカットしてる感じ。言われてみれば、旅客機を正面から見たら丸、上部が客室で貨物室は下の部分で、その貨物室の中を特別に見せてもらうと、うわすごい、ここに先ほどの五角形のコンテナが入ると、なるほど、ぴったり。コンテナを2つ合わせることで貨物室にジャストフィット、しっかり安定するというわけ。一方、出発前の客室内はというと、左入った、え、右入るよ。清掃担当のプロたちが毛布を取り替えたり掃除機をかけたりと大忙し。そんな中、何やら黒いカバンを運ぶ男性を発見。すると、そのカバンを座席後ろの収納スペースへそっと入れた。これは一体。中身を見せていただくと、機内でお子様が遊ぶおもちゃなどが入っております。中には飛行機の絵が描かれたタオルや動物のシール、飛行機の模型など。これ、フライト中に子供を退屈させないためのプレゼントなんです。出発1時間前、キャビンアテンダントたちが続々と機内へ。早速始まったのは、お客さんを迎え入れるための最終チェック。こんな気配りだって忘れません。こちらの CA さんは機内食の確認、数はきちんと揃っているか、メニューに間違いはないかのチェックも欠かせません。ところ変わって、空港の端にあるこちらの格納庫は飛行機の点検・整備を行う場所。その重責を担うのが航空整備士たち。男性ばかりの部署かと思いきや、いえいえ、女性もいるんです。こちら、整備士歴9年、星ゆりかさん31歳。成田空港で働く航空整備士は日本航空グループだけでおよそ1500人、うち女性は80人。星さんがこの仕事を目指したのは、幼い頃の素朴な疑問がきっかけでした。あんなに重い機体が空を飛ぶことが不思議で、その不思議さに引きつけられた。担当するのは180人乗りの旅客機、ボーイング737。
到着から出発までの間に機体全体を点検整備するライン整備が彼女の任務。多岐にわたる点検項目の一つがこれ、タイヤの減り具合の確認。交換しなければならないリミットがあるので、それに達していないか今このツール工具を使って確認していたところです。点検の7つ道具にはこんなものも。取り出したのは小さな鏡。自分の目では見にくい裏面のところをミラーを使って見るものです。はい、機体の到着から次のフライトまでの短い時間に全ての安全点検を行わなければならないライン整備という仕事。彼女にはこの飛行機を飛ばすかどうかの最終判断が任されているんです。その点検はタイヤの状況やエンジン周りだけに限らず、もちろんコックピットも。ラン地アイス、ハイドロで次に向かったのは客室内。ヤオラ座り込み、何を点検するかというと粘着テープでゴミ取り。これも星さんにとっては大切な整備の一環なんだとか。こんな飛行機に割り当てられたら、それがもう自分の飛行機っていう思いで気持ちを込めてやらないといけないなっていう意識で私はやってます。星さんがライン整備をした旅客機のフライト15分前、乗客も機内に案内され、いざ出発を迎えようとしたその時、突然星さんの動きが慌ただしくなった。一体何があったのか。なんかいつもより音おかしくないですか。なんか音ですか。いつもとは微妙に異なる音の違い。エンジンをかけるために使う補助動力装置から発せられる音が気になるという。もう一度その音に耳を澄ます。すると状況を無線でパイロットに連絡。関連する装置が全て正常に作動しているとの報告を受けると、星さんはホットでワンエンジンスタートをしまして、それからプッシュバックという形を整備サイトとしては取りたいんですけど。通常旅客機は滑走路へ向かう移動中にエンジンをかける。エンジンがかかれば補助動力装置は使用しないため、飛行自体に影響はない。今回はエンジンが正常にかかることを滑走路へ出る前の駐機場で確認することに。エンジンは問題なく動き出した。5分遅れになったものの、安全確認を終え滑走路へ。お客さんと共に安心安全も一緒に乗せ、気持ちを込めて空へと送り出す。そこには責任ある仕事と向き合うプロたちの姿がありました。あ、ほっとしました。無事出てたので、はい、よかったです。巨大エアポート成田国際空港、そこにはまだまだ私たちの知らないあっと驚く秘密が盛りだくさん。エブリー巨大エアポート成田国際空港、1日およそ700機、年間25万機が分刻みで行き交う。そんな巨大空港のほぼ中央にそびえ、日夜空の安全を守る管制塔。その並びにちょっと背の低いタワーがあるのをご存知でしょうか。日本では成田空港だけに存在する知られざるタワー。その内部にカメラが入った。そこにいたのは管制塔と連携し航空機を巧みに誘導するスペシャリストたち。過密なフライトスケジュールを円滑にかつ安全に執り行う彼らの名はランプコントローラー。はい、ありがとうございます。その中にデビューを目指す一人の女性が。実は彼女、1年前まではごく普通の会社員だったんです。びっくりと戸惑いと、私でいいのかなって。突然飛び込んだ未知の世界。
繰り返される訓練の先で待つのは合格が絶対条件の最終試験。ところが試験直前、試験を、まだ延期させていただきました。指導官からよもやの待ったがかかった。折れかけた心。しかし追い込まれてはいますね。やるしかないので。はい、ありがとうございます。自分に足りないものを克服し、果たして彼女はデビューすることができるのか。密着巨大エアポート成田空港、もう一つの管制塔。年間利用者数4000万人以上、新宿御苑およそ20個分の広大な敷地に A と B2 本の滑走路を持ち、日に平均700もの航空機が行き交う成田国際空港。そのほぼ中央に位置する高さおよそ87メートルの管制塔。その管制塔と連携し安全運航を担うのが並び立つもう一つの管制塔、その名はランプコントロールタワー。日本で唯一成田空港にだけあるといいます。ピンクの部分、旅客ターミナル周辺などエプロンと呼ばれるエリアを担当するのがランプコントロールタワー。一方、管制塔が担当するのは青のエリア。飛行機が着陸すると滑走路から誘導路という入り組んだ道を通り、青とピンクの境目、ここまでの指示誘導は管制塔が担当。そこから先はランプコントロールタワーにバトンタッチ。170ある駐機スポットの適切な一箇所へ導くのがその任務。出発機の場合はその逆。並び立つ2つのタワーは役割を分担し、とかく複雑な形をした空港の安全を守っているのです。高さおよそ64メートルのもう一つの管制塔、その最上階で働くのはランプコントローラーと呼ばれる人たち。彼らは国家公務員の航空管制官ではなく、実は成田空港の運営管理をする民間会社の社員。経理や営業、総務といった数ある職種の一つがランプコントローラーなんです。人事異動で配属された後、航空無線の免許取得や航空法などを学ばなければ務まらない、まあ厳しい部署なんです。入社7年目の星崎美希さん28歳、前の年の人事異動でここに配属されました。専門知識はほぼゼロ。以来一人前のランプコントローラーになるべく訓練を積む日々が続いていました。指導役の先輩に教わりながら見据えるのは2ヶ月後に控えた最終試験の合格。その試験の突破なしには独り立ちすることは許されない。カナダ出たらこれをサース出してパクっちゃいます。シンガポール貯めて、はい、UA 先だから、はい、UA クリアしたらシンガポール進めます。はい、移動前は旅客ターミナル部という部署で主にデスクワークをしていた星崎さん。はい、ホテル1お願いします。はい、ホテル1どうぞ。ありがとうございます。希望したわけではない移動を伝えられた時には、まあびっくりと戸惑いと、できるようになるのかなって不安と、私でいいのかなって方が大きかったですね。最終試験まで残り1ヶ月と少し。この日星崎さんが出発便に出した指示は、オールニッポン180成田ランプコントロール、プッシュバックアプローブフェイスイースト。プッシュバックとは、自力でバックできない飛行機を特殊車両を使いバックさせること。プッシュバック開始時間イコール飛行機の出発時間、
ランプコントローラーの指示の遅れは即出発便の遅れを意味するんです。続いて到着便への指示。オールニッポン9920ナビタランプコントロール、タクシーバイヤーシエラ7ゲートウェイ。この出発便を出して空いたスポットにあの到着便を入れて、ルートはこうでと 1,2 分先の未来を読み指示を出す。例えるならそれは指揮者のような仕事。混み合う時間帯は同時に10機前後の動きを把握しなければなりません。安全かつスムーズな誘導が絶対条件なんですが、彼女の場合、慌てちゃいけないんです。でも慌てちゃうんです。臨機応変が多分苦手なんだと思います。地上を走るパイロットは周囲の状況すべてが見えているわけではありません。それを補うのが広く周囲を見渡せるランプコントローラーの存在。それぞれのパイロットの目となり、それぞれの飛行機に適切な指示を与える 1,2 分先の未来予想図を描く力、それが彼女にはまだ足りていなかった。ほっと一息つけるランチタイム。星崎さん、この日の昼食は手作りのアボカドサンドに好物のリンゴを1個。交代制なのでみんなで食べることはありません。ちなみにここに配属前っていうのはどんなランチだったんですか？12時に鐘が、本社で鐘が鳴るので同期に LINE をして社食しようねってやって、1時ギリギリまで喋ってで戻ってました、部署に。ランチの過ごし方も随分変わりました。別の日、最終便間近のランプコントロールタワー、そろそろ店じまいかと思いきや、さにあらず。成田空港での離着陸は朝6時から夜11時と決められていますが、いつ何時緊急着陸があるかわからない。それに24時間備えるのも彼らの仕事。星崎さんが配属されて早9ヶ月。専門知識は学んだ、実践訓練も積んだ。あとはデビューに向け一月後に迫った最終試験の合格があるのみのはずでしたが、この日指導官から予想外の言葉が。まだもう少し改善するところがあるかなと私は思うので、試験を、まだ延期させていただきました。予定されていた最終試験は延期。指導官曰く、安全さを優先するあまり定時運行に欠かせない効率性がどうしても二の次になってしまう。その克服が星崎さんの課題。午前4時、星崎さんと山岸指導官がタワーの外へ。車に乗り込み向かったのは滑走路。滑走路が安全にオープンできるように、物が落ちてないかとか、滑走路に亀裂とか陥没とか、はい、隆起が起こってないかとかを確認しています。今滑走路に異変がないか自分たちの目で見て安全を確認する。これも彼らの大事な仕事の一つ。目を凝らし A 滑走路と誘導路を2往復ずつ、一番機がやってくる朝6時までには終えなければなりません。走り続けること1時間半。本日も成田空港異常なし。そして一番機が、巨大空港の新しい一日が始まります。タワーの最上階で一番機を迎える星崎さん。いろんな人が働いているのがよく見えて、空港の最前線だなっていうのはすごい実感できる仕事だなって思います。数日後、延期された試験の日が決まったとの連絡が入った。3週間後に試験が迫った夜、彼女が向かったのは、
同期入社の仲間と食事会。久しぶりの再会で盛り上がる中、ふとよぎるのはやはり試験のこと。追い込まれてはいますね。やるしかないので。めっちゃ祈ってるよ。まあ、天気悪くない。イレギュラーがないことを。天気悪くないことを。そして迎えた最終試験当日。指導官のアドバイスなく、実際に自分の考えで飛行機を動かす。合否を決めるのは安全性と苦手な効率性の両立です。およそ3時間の試験、結果は即言い渡される。今日は1日お疲れ様でした。本日の、ランプコントロール技能試験の結果、合格と。今やっとスタート地点に立ったと。ランプコントローラーとして歩き始める、一人で歩き始めるということを自覚して頑張ってください。よかったです。よかったです。ここがスタートラインっていうのが、あ、本当にそうだなと思って、よかったです。頑張ります。指導した山岸さんも一安心。成田空港のランプコントロールを引っ張っていける人になってほしいなと思ってます。10ヶ月を超える訓練を経て、星崎さんついにランプコントローラーデビューの日。そばにはもう支えてくれる指導官の姿はありません。コリアンエア718、タクシーバイヤー、ケベック6トゥウィスキー6ゲートウェイ。星崎さんの指示で旅客機が動き出すと、その時、出発直前の旅客機から白煙が上がるのを先輩が見つけた。すぐさま消防出動の要請がかかり、A 滑走路は閉鎖。口パクしないでね、周りね。先輩たちが情報収集する中、星崎さんは、はい、ありがとうございます。落ち着いて担当するエリアの航空機に指示を出す。刻々と入る情報によると、機体からの白煙は幸い火災ではなく、補助エンジンから漏れたオイルが気化し霧状に広がったもの。1時間後、消防から安全確認できたとの報告が伝えられた。平静を取り戻した空港は、まもなく離着陸のラッシュアワーを迎える。大変な時期も長かったなっていうのはあるんですけど、周りに信頼されるような、そういうイレギュラーの時こそ力を発揮できるようなコントローラーになれれば、それが理想像かなって思います。日本の空港で唯一、もう一つの管制塔。成田空港の安全はプロフェッショナルたちに守られているのです。エブリィ。預けた手荷物がきちんと目的地に届く秘密、そして滑走路の真下にあった、うわ、なんだこれ、謎の地下トンネル。そんな巨大国際空港の舞台裏へまたまた潜入。そこにはまだまだ秘密がてんこ盛り。外国人が大人買いしていく日本土産はなぜか緑色ばかり。そこには意外なブームがあった。どこでも作れないと思う、日本でだけ。空港内を疾走する巨大な消防車。ポンプ入れます。駆けつけた先には燃え盛る炎。一体何が。貨物機の内部へ潜入。もうちょいもうちょい。積み込みの超絶テクニックをとくとご覧あれ。成田空港の舞台裏第3弾、巨大エアポートの奥の奥、今回もドドーンとお見せします。ご存知、成田国際空港。世界101の都市とつながるここ成田には、1日およそ600便もが離着陸するんですが、
たった今到着したこちらのジャンボ機、不思議なことに窓がほとんど見当たらない。さらに乗客が降りてくる気配もなし。すると突然、あ、開いてく。飛行機の先端がカパーッと開き始めた。カバが大あくびをするがごとく開いた口からゆっくりと出てきたのは貨物。実はこれ貨物専用機。その貨物の中に何やら動くものが。これは人の後頭部では？まさか人を運んできたわけじゃないと思いつつも、今度は中から人の手が。これは一体どういうことかと思ったその時、中にいたのは馬。およそ12時間かけて海外から運ばれてきた競走馬だったんです。あの後頭部の方は飛行中馬の世話をする人でした。こうした貨物機はレーシングカーやヘリコプターなんてものまで運んじゃうんです。年間3500万人以上が利用する成田空港は、実は物の行き来も世界有数の拠点なんです。貨物を降ろした後の機体の中はどうなっているかというと、うわ、広い。一度に最高113トンの荷物を運ぶことができるゆえ、とにかくでっかい。とここで上へと伸びる階段を発見。貨物室の上には何があるのか登ってみると、座席だ。貨物機なのに座席が。でもたったの6席だけ。実はこの席、先ほどの馬の世話をする人など貨物と同行する人用なんです。でその座席の前方にはコックピット。機長曰く、貨物機と旅客機、見た目は同じでもその操縦は微妙に異なるんだとか。まあ、貨物機の場合は重い重量で飛ぶ時もありますし、飛行機の性能をまあ最大限まで使う時もあるというのが一番大きな違いですね。重い重量で飛ぶことが多いため、離陸時にはスピードが出にくく、着陸では逆に落ちにくい。離着陸にはとにかく神経を使うんだとか。成田空港から日々飛び立つ様々な貨物、ここでふとある疑問が。それぞれの貨物は形や大きさ、重さもバラバラ。それをいかに組み合わせ効率よく安全に積み込むのか、そこにはバランスを取る男の存在が。その凄技はまた後ほど。ところ変わって旅客ターミナル。実は成田空港は全国でも有数の売上高を誇るショッピングモールでもあるんです。ずらりと並ぶのは250を超える店舗。中でも外国人に大人気の店があると聞き、早速その場所へ。それは出国審査を終えた後のエリアにありました。そこは秋葉原という名のお店。なるほど、外国の方には嬉しいジャパンブランドのお土産がドドーンと3000種類。巨大な土産店、その売り上げもすごかった。1日平均およそ1000万円でございます。メイドインジャパンを一堂に集めたこの店で、特にアジアからの方々に人気なのは、そう、お菓子。中でもこの緑色のパッケージがすこぶる人気なんだとか。確かにあっちにも緑、こっちのカゴにも緑。でその正体は、キキャット抹茶。え、抹茶？抹茶の匂いがあるんだから、だからすごい美味しい。タイですごい人気です。緑の箱の正体はハバーブレイクでおなじみのあのチョコレート菓子の抹茶味。世界でも有名なお菓子という安心感と、日本オリジナル味というスペシャル感。成田にそのお菓子ありと
口コミで広がったらしく、主に中国やタイの方々が日本土産としてかなりの大人買いをしていくんだとか。にしても皆さん抹茶とは実に渋い。聞けばそもそも抹茶自体がお好きなようで。中にはこんな強者も。抹茶ラブは止まらない。数年前から始まったという抹茶ブーム、それに伴い店では販売スペースを拡大。およそ10種類の抹茶味のお菓子を販売しています。どこでも作れないと思う、日本でだけ。成田空港内の秋葉原で見つけた意外な日本ブームでした。そんな空港内には万が一の事態に備え消防施設が5箇所置かれています。深夜2時、 A 滑走路に隣接する西文献所から慌ただしく消防車両が出動。一体何が起こったのか。ポンプ入れます。消防車が駆けつけた先にあったのは、燃え盛る炎。炎上しているのは2台のバス。実はこれ月に一度行われる消火救出訓練。消火に当たるのは成田空港に6台配備されている超大型の化学消防車。1分間にドラム缶30本分の強力な放水が可能で、その射程は80メートル以上。そんなハイテク車両を使い実戦さながらの訓練を繰り返すのは、もちろん人命救助の最前線に立つからこそ。空港消防の国際基準では出動から3分以内の現場到着が絶対条件。しかし成田空港の消防は、はい、この下。それよりも厳しい2分以内に設定。高い目標をクリアすべく日々訓練を積んでいるんです。それゆえ隊員のスキルは世界でもトップレベルだといいます。有事の際は安心して、任せていただけるような、空港消防を目指していきたいと思っております。雨足が強まってきたある日の夕暮れ時、隊員が航空機の監視任務に当たっていたその時、管制塔から出動要請が。すぐさま化学消防車へ乗り込み要請場所へと向かいます。夜の訪れとともに次第に激しさを増す雨と風、視界も悪くなってきたことで、万が一に備えすぐに駆けつけられるよう滑走路脇での待機要請が入ったのです。そこにはひたむきに空港の安全を願うプロたちの姿がありました。今成田空港で増えているのが格安航空会社 LCC。 安全かつ低価格を実現するため様々な工夫をしているんです。その一つが旅客機の着陸から次の離陸までの間にありました。こちら到着したばかりのある LCC、作業を行う外回りのスタッフはたったの3人、皆女性です。この旅客機の出発予定は40分後。まずは手荷物が入ったコンテナを3人がかりで下ろすと、1人は素早くそのコンテナを到着ターミナルへ。で、残った2人は何をするかというと、出発15分前、安全監督者でもある一人が不思議な行動に。機体をペシペシしたかと思ったら、竿のようなものを手に取りスルスルっとパイロットに何かを渡した。
一体何を渡したのか。時間を5分前に巻き戻してみると、先ほどの安全監督者後藤さんが何かを書いていた。パイロットに渡したのはこれ、手荷物の重さや配置などを記したフライトには欠かせない大事な書類だったんです。お客さんの中を待って上がってると時間がそれだけで過ぎてしまうので、それなるべく早く上げるために、限られた人数でテキパキと仕事をこなす、これも LCC ならではの知恵。その頃3人目のスタッフ坂村さんが何やらクワガタの頭のような車両を巧みに操り旅客機に近づく。するとその車両で後輪をガチッと挟み込んだ。乗客も乗り終え出発予定時刻も近づいたその時、ブロックアウト47分です。旅客機が後ろに下がり始めた。引っ張っていたのはさっきの車両、でも誰も運転していない。で旅客機の前方を見ると坂村さんの姿が。彼女の手には何やら四角いものが。実はこれリモコン、あのクワガタ車を遠隔操作していたんです。通常航空機を誘導路に出す作業はこのようなトーイングカーという車を使って2人から3人で行います。そこでこちらの LCC では一人でも作業可能なハイテク特殊車両を国内初導入していたんです。少数精鋭で安全と格安を実現する、そこには LCC ならではの知恵と工夫がありました。再び貨物専用機、大きさや形、重さもバラバラな貨物、それらをパズルのごとく組み立て目的の貨物機にビシッと収める男がいるといいます。平たく言えば貨物機のバランスを取るプロ、それがこの方、一ノ瀬武さん34歳。ロードプランナーと呼ばれる一ノ瀬さんの仕事、ちょうど設計図らしきものの作成中。ちなみに重い貨物は機体のどのあたりに積むんですか？強度が強い場所がここの、あの真ん中、まあ、羽の部分ですね、羽の部分に、なってくるので、はい、そこに、搭載をしてあげ、区画ごとに搭載量が決まっているためどこに何を置くかが腕の見せ所。この日バランスを取る男にはいささか気になる貨物が。確認したかったのはこの細長い貨物。さてこれをどう積み込むか、とはいえ形や重さだけで積み方を決めるのはご法度。貨物の中身は千差万別、温度管理が必要なものから隣り合わせが好ましくないものまであるからなんです。もうちょっと引っ込めた方が多分パレットを後ろに来た時に若干当たるかもしれない。でバランスを取る男が導き出した組み合わせがこれ、台座から 1.5 メートルもはみ出した。隣に積む貨物に影響はないのか。出発2時間前機内への積み込みがスタート。一ノ瀬さんはあの細長い貨物をどのようにバランスよく配置したのか。お願いしますよ。その掛け声とともに貨物が機内へ。床に設置されたローラーを操り向きや進む方向を細かく調整していく。そんな中突然流れが止まった。あの細長い貨物、もうちょいもうちょい、ローラーを駆使し慎重に向きを整える。そして無事に機内へ。しかし隣り合わせとなる貨物もでかい。このままだとあの出っ張りにぶつかってしまうのでは。後ろから貨物が接近、ギリギリで寸止めなのかと思ったら差にあらず、かなりビタッと刺さってはないっすね。
こんな感じなんですよ。なるほど、お見事。バランスを取る男はこの出っ張りを計算して隣り合う貨物のサイズを決めていたんです。これぞプロの技、あっぱれ。ぴったりと回ってますね。見ると気持ちいいですね。バランスを取る男の緻密な計算で88トンを無事搭載。定刻通り目的地へと旅立ちました。巨大エアポート成田国。広さ東京ドーム250個分、1日700便が行き交っていた成田国際空港。年間4000万人以上が利用していた空の玄関口も、去年2月以降利用者が激減、ガラリと変わってしまった巨大エアポート。その舞台裏にカメラが入った。見えてきたのは、私たちの見えない場所で働くプロフェッショナルたちのリアルな今。巨大貨物機により多くの荷物を安全に積み込め。うわ、すごい広っ。しかし荷物は不揃いのものばかり。積み込みのプロはどんなアイデアで安全に搭載するのか。これ以上傾いちゃうと危ないですね。積み込みの超絶テクニックをとくとご覧あれ。飛行機の安心安全な運航を支えるべく、日々機体の点検に汗を流す女性整備士。彼女が点検の際意の一番に行うのは、機体につないだケーブルの赤いスイッチを押すこと。今日も安全に空へと送り出すため、飛行機自体にもダメージを与えてしまうことが。整備のプロの目は些細なことも見逃さない。ゴーニーエッジがぐるぐるだから。あ、そして見つけたある不具合。いつもと違う成田空港第2弾、空の凄腕仕事人たちの今を見つめます。朝8時の出発ロビー。以前なら利用客が行き交っていた時間帯も人影はほとんどなし。旅客機の大半が欠航が続いていました。しかし滑走路を見るとなぜか飛行機が渋滞中。駐機場にも多くの機体が止まっている。これは一体どういうことなのか。たった今到着したジャンボ機に目を向けると、機内から大きな荷物が。そう、先ほどの飛行機の多くは貨物機だったんです。成田空港は世界有数の物流拠点。コロナ禍で旅客機の運航本数が激減したため、これまで旅客便で運んでいた荷物が運べなくなった。その荷物を運ぶため、貨物専用便の需要が増えているんです。一度に最大133トンもの荷物が積めるこのジャンボ貨物機。貨物をすべて降ろした後の機内はどうなっているのか。特別に中を見せてもらうと、うわ、すごい広っ。長さ55メートル、横幅 3.4 メートルととにかくでかい。このジャンボ貨物機最大の特徴は、そう、ノーズ部分がカパーッと開く仕組みになっているんです。ここを利用することで、映画館のスクリーンや F1 カー、小型飛行機などが輸送できるんです。中にはこんなものも。貨物の中に何やら動くものが。ん？これは人の後頭部では？まさかと思いつつも、人の手も出てきた。
こりゃ一体どういうことかと思ったその時、中から出てきたのは馬。運ばれてきたのは競走馬だったんです。あの後頭部の方は飛行中馬の世話をする人でした。運ばれてきたものが置かれる場所には乗用車や飛行機のエンジンなどもで、来るものあればこれから運ばれるものあり、荷物は大きさや形、種類に重さもバラバラ。これらをいかに安全に効率よく貨物機に乗せるか、そんな課題をパズルのごとく組み立て、搭載機にビシッと収める仕事人がいるんです。白長谷美咲さん28歳、貨物機の荷物を配置するロードプランナー。平たく言えば飛行機のバランスを取るプロ。白長谷さんはこの日ロサンゼルス行きの便を担当。どの荷物をどう乗せるか試案中。貨物機は区画ごとに搭載量が決まっており、どこに何を置くかが腕の見せどころ。とはいえ形や重さだけで積み方を決めるのはご法度。温度管理が必要なものから隣り合わせが好ましくないものまであるからなんです。何も考えずに変えちゃうと結構燃料消費が激しくなっちゃうので、配置が悪いと燃費も悪くなる。何事もバランスが大事。この日資料を見てかなり気になる貨物があると言います。確認に向かうと、これですね。上海から届き、ここ成田で積み替え、ロサンゼルスへ運ぶ白いカバーの貨物。気になるのは下の引いてる板、パレット外径がここまであるんですけど、それよりもこの貨物自体が外側に出てきちゃってるんですね。確かに上に行くほどせり出している。しかもこの貨物別の面も傾いているんです。こんな感じに。これ以上傾いちゃうと危ないですね。この厄介な貨物、さてどう積み込むのか。空港で働くことに憧れ今の会社に就職。次第にこの仕事に興味を持ち、3年前資格を取得しました。どれだけ貨物を多く運べるかっていうところで、組み方一つでより多く、1個でも10キロでも多くの貨物を詰めたりするので、やりがい感じますね。出発2時間前、白長谷さんが考えたプランで機内への積み荷作業がスタート。あの傾いた貨物はどのように配置するのか。機内へ次々と運び込まれる貨物は床に設置されたローラーを操り、向きや進む方向を細かく調整。白長谷さんの設計図通りに所定の場所へ。そしてあの問題の貨物が機内へ。傾いた一面がこの時点では外側で、すぐさま向きを変え、もう一面の傾きを外側に、はいよ。そしてそろりそろりと移動。しかし左側の貨物との隙間はわずか。傾く上の部分がぶつかってしまうのでは。こっちで大丈夫、接触してない。あー、OK。隣り合う貨物と接触することなく見事な配置。となると気になるのはもう一つの傾く面、そっちはどうなっているのか。確認すると前の貨物との幅はわずか数センチ。これまたお見事。白長谷さん、傾いて出っ張る部分を計算して隣り合う貨物の種類を決めていたんです。これぞプロの技。これ計算通り、まあギリギリでしたけど一応バランスを取るプロの緻密な計算で、
112トンの貨物を搭載。帝国通りロサンゼルスへ。どんな便でも私に任せたら大丈夫と思ってもらえるような、そういうプランナーになれたらいいなと。一つでも多くの荷物を安全に運ぶ、それが凄腕仕事人の願いです。安心安全な運行、その最前線を担う凄腕仕事人がいた。すいません、はい、これ何をやってるんですか？ボイング 777-300ER という飛行機の重整備をやっています。坂本梓さん38歳、航空機の整備一筋18年の仕事人。子供の頃から機械いじりが大好きでこの世界に入ったといいます。機体が到着し出発するまでの間に点検整備を行うライン整備が彼女の仕事。私手を動かすのが好きなんですけど、器用な方ではないので、いろんなものを得得するのとかに時間がかかったり、結構大変でしたね。幅広い知識と経験が必要な整備士。彼女は言います。必ず安全に成田まで帰ってくる飛行機を送り出す、それが自分の務めだと。この日担当するのは、前日バンクーバーから到着し間もなく出発を迎える旅客機。北京に行く貨物チャーターで、成田空港の出発のロビーのとこには出てこない飛行機なんですよね。コロナ禍で乗客は見込めない。しかし物流の需要はある。そのため本来は旅客機だけど貨物のみを乗せ運航する便が増えているんです。坂本さんすぐさま機体の外回り、エンジン、タイヤなど細かく確認で、それが終わると何かを押した。押したのは赤いボタン。これ一体何なのか。飛行機に電源を供給しました。コンセントみたいな感じですね。この赤いボタンは飛行機の主電源スイッチ。これを押すことで航空機に電気を供給するというわけ。機体の補助動力装置を作動させるまではこのケーブルから電気を送り、詳細な点検を行うんです。ドアを開け機内に入る。で、真っ先に向かったのはコックピット。そしてこれが飛行機に電源が入った音。一番最初にコックピットをチェックするんですか？そうですね、何かあの不具合があったらメッセージとしても出てきてくれるので、それで確認します。このボーイング787という機種、電子部品が多いため早めに電源を入れ機器が正常に作動するかどうか、はい、様々なチェックをするといいます。じゃあエレベーター動かすよ。はい、グランドクリア。始まったのは操縦桿を使っての翼の作動テスト。エルロンを動かします。はい、クリアです。エルロンとは左右に曲がるときに使う補助翼のこと。コックピットだけで100以上のチェック項目があるといいます。それをすべて終えて向かったのは客室。お客さんが乗らず貨物機として運航するのに、こんなところまでチェックするんです。と、その時、振り向いた坂本さんがちらりと腕時計を見て足を止めた。するとメモを取り出し何かを書き留めた。そして足早に同僚のところへ。ゴーニーエッジがぐるぐるだから。ゴーニーエッジがぐるぐる。実は坂本さん、ある不具合を見つけていたんです。エブリィ。いつもと違う成田空港、空の
凄腕仕事人たちのリアルな今。整備士歴18年の坂本さんがこの日担当するのは、本来は旅客機なんですが、乗客を乗せず貨物専用便として運行する北京行き。客室をチェック中、何かを見つけた坂本さん。一体何に気づいたのか。52H がぐるぐるだから。52H がぐるぐる？ぐるぐるって何ですか？これがぐるぐるぐるって言ったやつです。見つけたのはこのぐるぐる。52列 H の席の個人モニターが起動できておらず、ぐるぐるの状態になっていたんです。すると坂本さん、すぐさまモニターを外し、作業開始。中のマイクロ SD カードが問題と判断。早速予備と交換することに。しかしこの飛行機は乗客を乗せない貨物便。急いでぐるぐるを直してもお客さんが見ることはありません。 OK ですね。OK ですか。はい。たとえお客さんが乗らなくても点検し整備するのが自分の仕事。そしてこんな思いも。もしかしたら北京から家に帰ってきた時にすぐ旅客便として使うかもしれないので、いやじゃないですか。なんでそういう思いはさせたくないかなっていうのがあるんで。坂本さんが教えてくれました。整備士とは全ての便の安全な運行をチーム一丸となり確実に実現していく。常にその使命感を持ち汗を流す仕事なのだと。お客さんの乗らない貨物便、自分たちが整備した飛行機を最後は深々と頭を下げ送り出します。いろいろくじけることとかまだまだあると思うんですけども、根気強く負けないようにやっていって、常に明るく前向きにやっていけたらいいなと思います。いつもと違う成田空港、そこにはまだまだ私たちの知らない仕事人がコロナの中頑張っています。それはまたいずれ別の機会に。広さ東京ドーム245個分、巨大エアポート成田国際空港。利用する人の数だって半端じゃない。そんな巨大空港の普段は見られない奥の奥までカメラが潜入。うわ、なんだこれ。謎の地下通路の正体とは。ある国の女性に大人気、大人買いされるお土産があった。かわいい。巨大エアポートの表から知られざる禁断のエリアまでズズズイッとご案内いたします。ご存知成田国際空港、以前ご紹介したのは、預けた手荷物がきちんと目的地に届く秘密に、旅客機の貨物室に入って分かったコンテナの角が斜めになっているわけ。そして安全運航に携わる航空整備士。なんかいつもより男しくないですか。しかし巨大国際空港の秘密はまだまだあった。こちら多くの方たちでにぎわう出発ロビー。そんなにぎわいも、午後11時最終便を送り出した後は朝までしばし立ち入り禁止エリアに。旅客機もつかの間羽を休める時間と思ったら、午前0時動き出した飛行機が。空港の片隅で止まるや、そこへ集まってきたのは数台のトラック。積み込まれていたのは何やら長い棒。それ何ですか。モップですね。モップ。すると
C の安全確認。確認よし。モップとバケツを手に男たちが始めたのは、そう、飛行機の洗浄。全長およそ55メートル、幅48メートルのこの機体を洗うのは10人の作業員。しかも全て手作業。機体には目に見える汚れだけではなく、細かな汚れの粒子もこびりついている。それが空気抵抗となり、燃費効率が悪くなるんだとか。機械に頼らないのは、人の手でないと細部まで洗えないからだといいます。こちらの方がゴシゴシやるのは、高さ16メートルの尾翼の先端。10人でひたすら機体を磨き上げることおよそ4時間。お客様には綺麗な飛行機乗っていただきたいんで、その辺は頑張って毎日作業を実施してます。飛行機って意外にもアナログな方法で綺麗になっていたんです。1日およそ300機が飛び立ち、300機が着陸する成田空港の滑走路。真夜中、その滑走路に止まる1台の車。何かの作業中のよう。中を覗くと不思議な形の機械が。とその時、突然赤く光り何かをロックオン。するとくるりと回転しストップ。で、その先にあったのは航空灯火と呼ばれるもの。夜間や悪天候の時、パイロットの道しるべとなる大事な明かり。空港全体でおよそ1万4000灯もあるんだとか。掃除しないと 50% ぐらい高度が低下しちゃうみたいなんで。こちら、その航空灯火の清掃車。旅客機のタイヤに接する特に汚れる航空灯火に、アームの先端からドライアイスの粒子を吹きつけ、タイヤのゴム汚れなどを削り取る。洗浄が終わると、はい、元の位置へ。夜が明け、にぎわう旅客ターミナル。実は成田空港って巨大なショッピングセンターでもあるんです。土産店はもちろん、ネイルサロンや郵便局に理髪店、その数合わせて250店舗のラインナップ。中でも外国の方に大人気の店があると聞き、早速その場所へ。その店は出国審査後のエリアにありました。そこは秋葉原という土産店。店内にお邪魔してみると、およそ3000種類に及ぶ品揃え。ずらりと並ぶのは、なるほど、外国の方が喜びそうなジャパンブランドの数々。1日7000点が売れ、その売り上げは平均900万円というモンスター土産店。成田空港内にある秋葉原も本家同様、外国人に大人気。とここで店長からある情報が。お店にいて、タイのタイ語を聞く機会が非常に増えたといいますか。タイからの訪問者は2012年過去最高に。経済の好調やビザ発給の緩和などが理由と言われています。そんなタイの方に大人気の商品があるという。その売り場には、おお、人だかりが。聞けば皆さんタイの方。彼女たちが手にしていたのは、東京バナナのバナナプリン味。関東圏の一部百貨店と羽田空港、そして成田空港のみで売られている限定商品。キリン模様のふかふかのスポンジケーキの中には、バナナを裏ごしした特製カスタードクリーム、ほんのりカラメル味がアクセント。にしてもタイの方、なぜこのお菓子をお買い上げに？ My friend tell is delicious. 日本帰りの方からその美味しさが広まったらしい。恐るべし口コミパワー。 It's very popular and good taste. かわいい。 Pack it. It's pink, my favorite color, and you know, like it's bold and it's look cutey.
ピンクのパッケージにリボンのデザイン。味もさることながら、その可愛さも人気の秘密。ところ変わって空港内のとある場所、作業員が一人と思ったら、突然姿を消した。その場所に行ってみると、そこにはマンホールらしきものが。すいません。はい。あ、すいません、これ今何やってらっしゃるんですか？こちら施設の点検を行っております。許可を得て下へ降りると、うお、なんだこれ。そこにあったのは、黒くて長い筒状のものが2本。奥へと進んだその時、今ゴーってしました。これ多分着陸ですね。え、着陸？この上が滑走路になっておりまして、航空機が離発着します。実はここ滑走路の真下で、この筒状の長いものの正体は、航空燃料が詰まっております。成田空港で使われる航空燃料、実は千葉港からつながる全長47キロの地下パイプラインを通じ、空港内の貯蔵タンクへと送られてきます。そこからこの配管を通り、飛行機の下まで運ばれるんです。で、この先どのように飛行機へ燃料が積み込まれるかというと、こちら1時間後に出発予定の旅客機、横付けした給油車のホースを地面のバルブに接続。これで先ほど見た地下の配管とつながるというわけ。ちなみに飛行機の燃料ってどこに入っているかご存知ですか？翼の中です。そう、飛行機の燃料って翼の中に入っているんです。しかし給油の様子を見ていると、左の翼にだけしか入れていない。これではバランスが悪いと思いきや、反対側の翼には客室の下を通って送られていたんです。両翼に均等に入れることでバランスもバッチリ。風向きや天候の影響を大きく受ける旅客機、そのため航空会社にはこんな役割を担う人がいるんです。彼女は人呼んで風を読む女。無線の相手は着陸したばかりのパイロット。その内容を聞くと、今ブロックインをしたんですけども、はい、降下中の揺れを伝えてきてくれました。パイロットが伝えた TB1 とは、機体の揺れ具合を表す数字。彼女は運航管理補助者。安全な飛行プランを立てるため、航路上の気象データや各方面より戻ってきたパイロットから風や雲の情報を集めるのが仕事。そうして集めたデータはフライトを控えたパイロットへ伝達。一番揺れてるのは4万ぐらいになりますね。だいたい離陸後3時間と25分ぐらいのところになります。今日の日です。じゃあ今日はエンルートの揺れか。そうですね、到着地の天候は特に問題はありません。はい、私たちのフライトの準備をスムースに進めるために欠くべからざる存在だということですね。的確に風を読み、安全運航を支える運航管理補助者。気をつけていきましょう。クルーの皆様、お気をつけて。巨大エアポート成田国際空港、そこにはまだまだ私たちが知らないあっと驚く秘密が盛りだくさん。ロマンチックでした。それはまたいずれ別の機会に。エブリィ。広さ東京ドーム250個分、巨大な空の玄関口、成田国際空港。年間4300万人が利用するこの巨大エアポートの普段見ることができないエリアにカメラが入った。預けた荷物が間違わずきちんと搭乗機に積み込まれるわけ。その舞台裏を大公開。間違わないわけはこの赤い光だった。今外国人旅行者がこぞって買い求めるのは
これ仙台。あ、はい、わかりました。仙台だから分かっています。仙台に鎌倉、さらに小樽と地方の銘菓が大人気。旅客機の到着から次の出発までに密着。キャビンアテンダントが出発前に必ず行う重要な任務があった。深夜の空港も大忙し。2500メートルの滑走路で行われるレアな点検作業。その最中、カメラが捉えたのは、すごいですよ、このシーン多分初めてだと思います、テレビで。巨大エアポートの舞台裏へあなたをご案内いたします。世界144の都市とつながり、1日700便もが行き交うここ成田国際空港。出発ロビーのチェックインカウンターには1日およそ6万個の荷物が預けられています。どちらに行かれるんですか？ハワイに行きます。疲れてるからのんびりしてくるかな。アゼルバイジャン、世界遺産巡るよね。ずっとここ8年間してましたね。今180ぐらい行ってます。行き先もバラバラなお客さん。でも預けたバッグは同じベルトコンベアへ。これなぜ間違わずに搭乗機へと積み込まれるのか。その秘密を探るべく荷物にカメラをつけ追いかけてみると、荷物はまず出発ロビーのある3階から一つ下の2階へ。で、そこは複数のベルトコンベアが複雑に入り組む、まさにインターチェンジのようなエリア。と、その時、トランクに赤い光線のようなものが当たった。実はこの赤い光が荷物を目的の便へと誘う秘密兵器なんです。いろいろな角度から赤外線センサーを照射してバーコード読み取っています。そう、赤い光はバーコード読み取り機から出ているんです。荷物を預ける際につけられるタグ、そこに記されたバーコードに便名などの情報が書かれていて、その情報を9箇所ある読み取り機のいずれかで瞬時に把握。すると、荷物は主が乗る便を目指し、左へ下へと次々に枝分かれ。で、たどり着いたのは荷さばき場という場所。ここからは人の手によって目的の便に乗せるコンテナへ積み込まれるんです。硬い荷物や重いものは下へ、かたや柔らかいものや軽い荷物は上の方に。と、作業をしている人の中に女性を発見。重そうな荷物もひょいと片手で移動。その姿よーく見ると、何か黒いものを背負っている。これは一体。すいません、なんか背中についてる、はい、何ですか？あ、これはアシストスーツといって、荷物を積んだり下ろしたりするのに人をサポートしてくれる道具です。腰部分のモーターが少ない力でも重いものを持ち上げられるようアシストしてくれる優れものらしい。なかなかやっぱり女の人だとね、持ち上げる力もやっぱり男性に比べてないですし、すごく役立ってると思います。行き先の最終確認は人の目で。こうして行き先別にコンテナに積まれた荷物は旅客機の貨物室へ。預けた荷物はこのような流れで間違わずに搭乗機へ積まれていたんです。一方、お客さんを降ろした後の到着便はどのような流れで次のフライトへ向かうのか。そこで、
ある旅客機の到着から出発までに密着しました。たった今上海から到着し、5時間後に出発を控えたこの便の場合、乗客が降りると清掃担当のプロたちが素早く機内へ。およそ200席あるこの旅客機だと通常10人で、清掃や備品のセッティングなどを40分で行わなければならないといいます。AED キット、 AED キット、はい、2カ所シール OK、 2カ所 OK。 出発まで時間のあるときはちょっとしたおもてなしをするスタッフも。トイレットペーパーの端を丁寧に折りたたんでセット。そして下のペーパーは別の折り方で。何ですかこれ。お花とダイヤモンドを作りました。皆さんこういうことをされるんですか、時間があるとき。あ、そうですね、みんなやる。担当者によりいろんな折り方があるといいます。気持ちよく乗ってもらえたらいいなと思います。その頃、旅客機の外では翼の下に車がピタリと。やおらホースを取り出して地面の穴にジョイント、そしてもう一つのホースを翼の下につないだ。あの、今何の作業されていたんですか。はい、これから燃料を搭載するところです。そう、この車両は給油車。地下のパイプラインから燃料を送っているんです。で、給油の際欠かせないのがこの作業。飛行機のいわばガソリンであるジェット燃料の目視点検。余分なゴミがないかとか、あと水分が入っていないかとか、そういうところを見てました。安全な空の旅を。それゆえジェット燃料にはより厳しいチェックが必要なんです。あ、こんにちは、お願いします。出発1時間前、パイロットとキャビンアテンダントが続々と機内へ。早速始まったのはお客さんを迎え入れるための最終チェック。特に機内食は数はもちろん内容まで積み込んだ担当者と細かく確認していきます。コックピットミール中でもとりわけ重要なのがこれ。ライフベストがちゃんと備わっているかというのを確認しております。私たちは保安要員ですので安全を守ることが一番ですので、非常用機材がいつでもちゃんと使えるかということを必ず確実に確認をしています。一方、機長は何をしているのか。コックピットを覗かせていただくと、出発に向けもろもろ準備中。そしてフライト30分前、機長が席を立ち、なぜかずんずんと旅客機の外へ。と思ったら地上にまで降りちゃった。で、機体の周りをうろうろ。出発直前トラブル発生か。実はこれ航空法で定められている外部点検。フライト直前、機体に異常がないか機長自ら目視でチェックするんです。点検って、はい、基本あの整備の方がやられているんだと思ってるんですけど、はい、整備士もやっておりますが、最終的には我々がやっぱり責任を持ってやらなきゃいけないと思います。そしてお客さんも乗り、いよいよフライトの時間。上海から到着した旅客機はおよそ5時間後ホーチミンへ向け出発。安心安全で快適な空の旅は様々なプロフェッショナルの手により支えられていました。国際空港のもう一つの顔。そう、成田空港は全国でも有数の売上高を誇る巨大ショッピングセンターでもあるんです。中でも外国の方に人気なのが
こちら秋葉原というお店。店内にはメイドインジャパンの商品がドドーンと5000種類。さて皆さん、どんなお土産を買っているのか。お土産は何を選んだんですか。お土産はこれ、鎌倉の名物で今月。上海からの男性は鎌倉の銘菓をチョイス。今月で本店も行きまして、はい、すごい詳しい。香港からのカップルが選んだのは、これ美味しいらしいケーキ。仙台メーカー萩の月じゃありませんか。これ仙台。ああはい、わかりました。知って買ってるんですか。それすごい。はい、仙台だから買っています。今度は仙台行きます。で、あちらの女性は同じものを何個もお買い上げ。なんでこんなにいっぱい取り寄せたの。それは在那个中国の网站上面很有名。その正体は北海道小樽の洋菓子店ルタオのチーズケーキ、ドゥーブルフロマージュ。ここ数年、北海道ものの人気が高く、レア度の高い限定商品ともなれば大人買いしていく人も多いといいます。日本人よりも詳しい方もいらっしゃいますし、地方にしかない限定商品だとか銘菓といわれるものを求められる方が特に増えているように感じます。限定品は魅力がある言葉ですよね。限定品は魅力のある言葉、確かにおっしゃる通りで。にぎわっていた旅客ターミナルから人影が消える頃、最終便を送り出した滑走路がにわかに騒がしくなる。旅客機がつかの間羽を休める明け方までの間に忙しく働く人たちがいるんです。夜間や悪天候の際、パイロットの道しるべとなる大事な明かり、航空灯火。空港全体で1万5000個あり、日々の清掃点検は欠かせないんです。航空灯火はやはりパイロットに向けて目から入る情報を入れているすごい重要な設備になっているので、365日、毎日どこかの点検はしています。一方、2500メートルある B 滑走路では、64号月に一度行うという測量のような作業中。はい、OK です。これ進入閣指示灯の検査。進入閣指示灯とは、滑走路の脇に4つ並ぶこれのこと。着陸するパイロットに適正な進入角度を教えてくれる重要なライトなんです。実はこのライト、見る角度によって色が変わるんです。これを4つ同時に見ることで、飛行機が今何度の角度で滑走路へ降りようとしているか確認できるんです。通常飛行機は3度の角度で進入します。その時、滑走路脇に4つ並んだライトが赤2つ、白2つに見えれば OK。 着陸に適正な3度ということになります。しかし、適正でない角度だと白が増えたり赤が増えたり、着陸は適正でないと知らせてくれるんです。実際、パイロットの目にはどのような感じで見えるのか。高所作業車に乗せてもらい、滑走路の上から見せていただきました。すげえ、すごいです。このシーン多分初めてだと思います。B 滑走路の右脇に4つ並ぶ進入閣指示灯を3度の角度で見ると、赤2つ、白2つで OK な角度。作業車の高度を徐々に下げ、見る角度を3度から2度にすると、右から2つ目のライトにご注目。変わった。
ライトが白から赤に、パイロットは着陸に適さない角度だと分かるんです。この重要なライトが強い風や地震の揺れなどで角度が変わっていないかを月に一度念入りに、オッケーです。チェックするんです。深夜1時、格納庫に集まった8人の男、その手には何やら長い棒が。静まり返っていた格納庫が一気に騒がしくなる。男たちの汗だくのミッションが始まった。それは旅客機の洗浄。全長およそ57メートル、幅60メートルの機体を洗う8人の作業員。洗剤を使い、すべて手作業で洗っていくんです。とりわけ念入りにゴシゴシやるのは胴体の下部分。こびりついたオイル汚れなどが空気抵抗となり、燃費効率を悪くするといいます。中でも洗うのが難しいのは、飛行機は突起物が多く、どうしても洗い切れない部分が多くありますので、速度や高度を計測するセンサー類の周辺、一滴たりともセンサーの穴に水が入らぬようしっかりと養生した上で、人の目で慎重に確認しながら旅客機丸ごと洗っていくんです。8人でひたすら磨き上げることおよそ4時間。最後は水で洗い流し、朝5時に作業は終了。今日9時40分頃、この飛行機が飛んでいきますので、飛行機に乗られるお客様がこの飛行機を見て綺麗だなと思っていただければ、幸いですね。巨大エアポート成田国際空港、そこにはまだまだ秘密がいっぱい。それはまたいずれ別の機会に。広さ東京ドーム245個分。そんな巨大エリアに広がるのは、そう、成田国際空港。世界99の都市とつながり、年間の利用者数は3279万人。働く人の数だって半端じゃない。その数およそ3万9000人。そんな巨大空港の普段は見られない隅の隅にまでカメラが潜入。渋滞になってる。外国人が大量買いしていくあるお土産があった。真好吃啊，这台湾很有名。旅には欠かせぬ大事な手荷物、預けた後を追ってみると。あ、すごい、いつも心配です。ちゃんと現地まで届くかどうか。その心配、本日ズバッと解決しちゃいます。荷物がきちんと目的地に届く秘密を大公開。日々旅客機の安全運航に携わる女性整備士に密着。出発直前、彼女が気づいたのは、なんかいつもより男しくないですか。整備のプロフェッショナルが取った対策とは。巨大国際空港の表から知られざる禁断のエリアまでズズズイッとご案内いたします。ご存知、成田国際空港。出発ロビーには多くの旅行客の姿が。旅立つ皆さんが見上げるのは出発便を表示する電光掲示板で、よーく見るとあることに気がついた。出発便がやたらと集中する時間帯が。この時の滑走路は一体どうなっているのか。これはぜひとも間近で見てみたい。そこで関係者以外立ち入り禁止、滑走路のすぐ脇に案内してもらうと、そこには、あ、渋滞になってる。見えてきたのは旅客機の渋滞。離陸の順番待ちをする旅客機がずらーりと。1日の平均離着陸数は570便。それを担うのは2本の滑走路。ピーク時ともなると離着陸は2分に1回のペース。多くの人が行き交う巨大国際空港のもう一つの顔、それは買い物とかお土産を買って、化粧品とか
見たりそう、成田空港って実は全国でも有数の売上高を誇るショッピングセンターでもあるんです。土産店はもちろん、電気店や水着専門店、青果店に至るまで、その数合わせて250店舗のラインナップ。中でも外国人の方に大人気の店があると聞き、早速その場所へ。その店は出国審査後のエリアにありました。で、案内されたお店がこちら、秋葉原。店内へお邪魔すると、なるほど、外国の方が喜びそうな和菓子からジャパンブランドの電化製品などなど、日本中の商品を一堂に集めた店舗。そこはおよそ3000種類の品揃えを誇る巨大土産店。多い日には1日9000点が売れるという人気の店。その売り上げもすごかった。1日に970万円の売り上げになっております。成田空港内にある秋葉原も本家と同様、外国人に大人気。メイドインジャパンを一堂に集めたこの店で、特にアジアの方々に大人気の商品があるという。その名は薯条三兄弟。直訳するとポテト三兄弟。売られているコーナーを覗いてみると、お、まさに大量買いをしているお客さんが。重ねた箱にはジャガポックルの文字。これ北海道産のジャガイモをオホーツク海産の焼き塩などで味付けたスナック菓子。ポテト三兄弟の呼び名は、そう、箱のデザインから。本来北海道限定販売なんですが、2010年から特別に成田空港でも売られるようになりました。人気商品ゆえ、購入はお一人様5個まで。分かってはいるけど、欲しいものは欲しい。なんとか箱ごと売ってくれないものかと、台湾の団体さんから申し入れが。ところが、箱のままだと機内に持ち込ませてもらえないんです。というわけで、残念ながらポテト三兄弟の箱買いはかなわず、人数分の枠を目いっぱい使い、マックス25個を買い上げ、締めて2万円なり。にしてもこのお菓子、台湾ではそんなに有名なんですか？真好吃啊！在台湾很有名 ，Number One。Number One。对，还可以再多买几盒吗？人気の火付け役は、北海道を旅した中国系観光客との説が有力。その美味しさが口コミで広がり、日本土産のニューフェイスに。ところ変わって再び出発ロビー、チェックインカウンターにはご覧の行列。聞けば皆さんの行き先はバラバラなのに、預ける手荷物は全て同じベルトコンベアへ。ここである疑問が。どうやって間違わないで行くのかは不思議です。分かれていくのか。預けた手荷物はいかにして間違わずに目的の飛行機へと積み込まれるのか。その秘密を探るべく荷物を追いかけてみると、荷物はまず出発ロビーのある3階から一つ下の2階へ。で、そこにあったのは複数のベルトコンベアがあっちこっちで行き交う、まさにインターチェンジのようなエリア。と、その時、トランクに赤い光線のようなものが。実はこの赤い光線が手荷物を目的の便へと運ぶ秘密兵器なんです。こちらはバーコードリーダーになります。そう、思い出してください。荷物を預ける際につけられるバーコード付きのタグ、これに便名などの情報が記されているんです。手荷物のタグを読むことで、手荷物を目的地ごとに仕分けすることができます。あの赤い光線が瞬時にバーコードを読み取り、運ぶべきエリアをコンピューターが把握すると、荷物は次々と枝分かれし、あとは目的の便を目指しまっしぐら。とはいえ、読み取れない場合もあるのでは。8箇所つけることによって、手荷物についているバーコードを確実に読み取ると。
そう、実はこのバーコード読み取り機、上に4箇所、左右に2箇所、下に2箇所の合計8箇所に設置。通過するタグは決して見逃さない。で、最終的に手荷物が行き着いたのは目的の便に載せるコンテナの前。最後の積み込みは人の手の出番なんです。なぜかというと、お預かりしている手荷物はセンサーは別にして、硬いものもあれば小さいもの、大きいもの、柔らかいもの、いろんな種類がありました。で、この限られたスペースなどを最大限利用して、なおかつ手荷物にダメージを与えないためには人の手が必要だと思います。硬い荷物は下へ、柔らかいものや小さいものは上に。プロたちの気遣いで効率よくコンテナへ積み込まれた荷物は飛行機の貨物室へ。ここでふとあることに気がついた。コンテナを横から見ると角の一つがカットされた五角形。すみません、なんでこの形なんですか？半分に切ると、はい、丸なんですね、はい、この丸の中にコンテナをうまく入れるようにコンテナの角をカットしてる感じ。言われてみれば旅客機を正面から見たら丸、上部が客室で貨物室は下の部分で、その貨物室の中を特別に見せてもらうと、うわすごい、ここに先ほどの五角形のコンテナが入ると、なるほど、ぴったり。コンテナを2つ合わせることで貨物室にジャストフィット、しっかり安定するというわけ。一方、出発前の客室内はというと、左入った？え？右入るよ。清掃担当のプロたちが毛布を取り替えたり掃除機をかけたりと大忙し。そんな中、何やら黒いカバンを運ぶ男性を発見。するとそのカバンを座席後ろの収納スペースへそっと入れた。これは一体？中身を見せていただくと、機内でお子様が遊ぶおもちゃなどが入っております。中には飛行機の絵が描かれたタオルや動物のシール、飛行機の模型など。これフライト中に子供を退屈させないためのプレゼントなんです。出発1時間前、キャビンアテンダントたちが続々と機内へ。早速始まったのはお客さんを迎え入れるための最終チェック。こんな気配りだって忘れません。こちらの CA さんは機内食の確認、数はきちんと揃っているか、メニューに間違いはないかのチェックも欠かせません。ところ変わって、空港の端にあるこちらの格納庫は飛行機の点検整備を行う場所。その重責を担うのが航空整備士たち。男性ばかりの部署かと思いきや、いえいえ、女性もいるんです。こちら整備士歴9年、星ゆりかさん31歳。成田空港で働く航空整備士は日本航空グループだけでおよそ1500人、うち女性は80人。星さんがこの仕事を目指したのは、幼い頃の素朴な疑問がきっかけでした。あんなに重い機体が空を飛ぶことが不思議で、その不思議さに引きつけられた。担当するのは180人乗りの旅客機ボーイング737。到着から出発までの間に機体全体を点検整備するライン整備が彼女の任務。多岐にわたる点検項目の一つがこれ、タイヤの減り具合の確認。交換しなければならないリミットがあるので、それに達していないか今このツール工具を使って確認していたところです。点検の7つ道具にはこんなものも。取り出したのは小さな鏡。自分の目では見にくい裏面のところをミラーを使って見るものです。
体の到着から次のフライトまでの短い時間に全ての安全点検を行わなければならないライン整備という仕事。彼女にはこの飛行機を飛ばすかどうかの最終判断が任されているんです。その点検はタイヤの状況やエンジン周りだけに限らず、もちろんコックピットも。ランチアイス、ハイドロで、次に向かったのは客室内。やおら座り込み、何を点検するかというと、粘着テープでゴミ取り。これも星さんにとっては大切な整備の一環なんだとか。こんな飛行機に割り当てられたら、それがもう自分の飛行機っていう思いで気持ちを込めてやらないといけないなっていう意識で私はやってます。星さんがライン整備をした旅客機のフライト15分前、乗客も機内に案内され、いざ出発を迎えようとしたその時、突然星さんの動きが慌ただしくなった。一体何があったのか。なんかいつもより音おかしくないですか？なんか音おかしい。いつもとは微妙に異なる音の違い。エンジンをかけるために使う補助動力装置から発せられる音が気になるという。もう一度その音に耳を澄ます。すると状況を無線でパイロットに連絡。関連する装置が全て正常に作動しているとの報告を受けると、星さんは、スポットでワンエンジンスタートをしまして、それからプッシュバックという形を整備サイトとしては取りたいんですけど。通常旅客機は滑走路へ向かう移動中にエンジンをかける。エンジンがかかれば補助動力装置は使用しないため、飛行自体に影響はない。今回はエンジンが正常にかかることを滑走路へ出る前の駐機場で確認することに。エンジンは問題なく動き出した。5分遅れになったものの、安全確認を終え滑走路へ。お客さんと共に安心安全も一緒に乗せ、気持ちを込めて空へと送り出す。そこには責任ある仕事と向き合うプロたちの姿がありました。あ、ほっとしました。無事に出てたので、はい、よかったです。巨大エアポート成田国際空港、そこにはまだまだ私たちの知らないあっと驚く秘密が盛りだくさん。エブリィ。巨大エアポート成田国際空港、1日およそ700機、年間25万機が分刻みで行き交う。そんな巨大空港のほぼ中央にそびえ、日夜空の安全を守る管制塔。その並びにちょっと背の低いタワーがあるのをご存知でしょうか。日本では成田空港だけに存在する知られざるタワー。その内部にカメラが入った。そこにいたのは管制塔と連携し航空機を巧みに誘導するスペシャリストたち。過密なフライトスケジュールを円滑にかつ安全に執り行う彼らの名はランプコントローラー。はい、ありがとうございます。その中にデビューを目指す一人の女性が。実は彼女、1年前まではごく普通の会社員だったんです。私はいや、ケベック6とウイスキー、びっくりと戸惑いと、私でいいのかなって。突然飛び込んだ未知の世界。繰り返される訓練の先で待つのは合格が絶対条件の最終試験。ところが試験直前、試験を、まだ延期させていただきました。指導官からよもやの待ったがかかった。折れかけた心。しかし追い込まれてはいますね。やるしかないので。はい、ありがとうございます。自分に足りないものを克服し、果たして彼女はデビューすることができるのか。密着巨大エアポート成田空港。
もう一つの管制塔。年間利用者数4000万人以上、新宿御苑およそ20個分の広大な敷地に A と B2 本の滑走路を持ち、日に平均700もの航空機が行き交う成田国際空港。そのほぼ中央に位置する高さおよそ87メートルの管制塔、その管制塔と連携し安全運航を担うのが並び立つもう一つの管制塔、その名はランプコントロールタワー。日本で唯一成田空港にだけあるといいます。ピンクの部分、旅客ターミナル周辺などエプロンと呼ばれるエリアを担当するのがランプコントロールタワー。一方、管制塔が担当するのは青のエリア。飛行機が着陸すると滑走路から誘導路という入り組んだ道を通り、青とピンクの境目、ここまでの指示誘導は管制塔が担当。そこから先はランプコントロールタワーにバトンタッチ。170ある駐機スポットの適切な1箇所へ導くのがその任務。出発機の場合はその逆。並び立つ2つのタワーは役割を分担し、とかく複雑な形をした空港の安全を守っているのです。高さおよそ64メートルのもう一つの管制塔、その最上階で働くのはランプコントローラーと呼ばれる人たち。彼らは国家公務員の航空管制官ではなく、実は成田空港の運営管理をする民間会社の社員。経理や営業、総務といった数ある職種の一つがランプコントローラーなんです。人事異動で配属された後、航空無線の免許取得や航空法などを学ばなければ務まらない、まあ厳しい部署なんです。入社7年目の星崎美希さん28歳、前の年の人事異動でここに配属されました。専門知識はほぼゼロ。以来一人前のランプコントローラーになるべく訓練を積む日々が続いていました。指導役の先輩に教わりながら見据えるのは2ヶ月後に控えた最終試験の合格。その試験の突破なしには独り立ちすることは許されない。コナダ出たらこれをサース出して送っちゃいます。シンガポール貯めてね、はい、遊泳先だから、はい、遊泳クリアしたらシンガポール進めます。はい、移動前は旅客ターミナル部という部署で主にデスクワークをしていた星崎さん。はい、ホテル1お願いします。はい、ホテル1どうぞ。ありがとうございます。希望したわけではない移動を伝えられた時には、まあびっくりと戸惑いと、できるようになるのかなって不安と、私でいいのかなって方が大きかったですね。最終試験まで残り1ヶ月と少し。この日星崎さんが出発便に出した指示は、オールニッポン180成田ランプコントロール、プッシュバックアプローブフェイスイースト。プッシュバックとは、自力でバックできない飛行機を特殊車両を使いバックさせること。プッシュバック開始時間イコール飛行機の出発時間。ランプコントローラーの指示の遅れは即出発便の遅れを意味するんです。続いて到着便への指示、オール日本9020成田ランプコントロール、タクシーバイヤーシエラ7ゲートウェイ。この出発便を出して、空いたスポットにあの到着便を入れて、ルートはこうでと 1,2 分先の未来を読み指示を出す。例えるならそれは指揮者のような仕事。混み合う時間帯は同時に10機前後の動きを把握しなければなりません。
安全かつスムーズな誘導が絶対条件なんですが、彼女の場合、慌てちゃいけないんです。でも慌てちゃうんです。臨機応変が多分苦手なんだと思います。地上を走るパイロットは周囲の状況すべてが見えているわけではありません。それを補うのが広く周囲を見渡せるランプコントローラーの存在。それぞれのパイロットの目となり、それぞれの飛行機に適切な指示を与える 1,2 分先の未来予想図を描く力、それが彼女にはまだ足りていなかった。ほっと一息つけるランチタイム。星崎さん、この日の昼食は手作りのアボカドサンドに好物のリンゴを1個。交代制なのでみんなで食べることはありません。ちなみにここに配属前っていうのはどんなランチだったんですか？12時に鐘が、本社で鐘が鳴るので同期に LINE をして社食しようねってやって、1時ギリギリまで喋ってで戻ってました部署に。ランチの過ごし方も随分変わりました。別の日、最終便間近のランプコントロールタワー、そろそろ店じまいかと思いきや、さにあらず。成田空港での離着陸は朝6時から夜11時と決められていますが、いつ何時緊急着陸があるかわからない。それに24時間備えるのも彼らの仕事。星崎さんが配属されて早9ヶ月。専門知識は学んだ、実践訓練も積んだ。あとはデビューに向け一月後に迫った最終試験の合格があるのみのはずでしたが、この日指導官から予想外の言葉が。まだもう少し改善するところがあるかなと私は思うので、試験を、まだ延期させていただきました。予定されていた最終試験は延期。指導官曰く、安全さを優先するあまり定時運行に欠かせない効率性がどうしても二の次になってしまう。その克服が星崎さんの課題。午前4時、星崎さんと山岸指導官がタワーの外へ。車に乗り込み向かったのは滑走路。滑走路が安全にオープンできるように物が落ちてないかとか、滑走路に亀裂とか陥没とか、はい、隆起が起こってないかとかを確認してます今。滑走路に異変がないか自分たちの目で見て安全を確認する。これも彼らの大事な仕事の一つ。目を凝らし A 滑走路と誘導路を2往復ずつ、一番機がやってくる朝6時までには終えなければなりません。走り続けること1時間半。本日も成田空港異常なし。そして一番機が、巨大空港の新しい一日が始まります。タワーの最上階で一番機を迎える星崎さん。いろんな人が働いてるのがよく見えて、空港の最前線だなっていうのはすごい実感できる仕事だなって思います。数日後、延期された試験の日が決まったとの連絡が入った。3週間後に試験が迫った夜、彼女が向かったのは同期入社の仲間と食事会。久しぶりの再会で盛り上がる中、ふとよぎるのはやはり試験のこと。追い込まれてはいますね。やるしかないので。めっちゃ祈ってるよ。天気悪くない。その日のイレギュラーがないことを。天気悪くないことが。そして迎えた最終試験当日。指導官のアドバイスなく、実際に自分の考えで飛行機を動かす。合否を決めるのは安全性と苦手な
効率性の両立です。およそ3時間の試験、結果は即言い渡される。今日は1日お疲れ様でした。本日の、ランプコントロール技能試験の結果、合格と。今やっとスタート地点に立ったと。ランプコントローラーとして、歩き始める、一人で歩き始めるということを自覚して頑張ってください。よかったです。よかったです。ここがスタートラインっていうのが、あ、本当にそうだなと思って、よかったです。頑張ります。指導した山岸さんも一安心。成田空港のランプコントロールを引っ張っていける人になってほしいなと思ってます。10ヶ月を超える訓練を経て、星崎さんついにランプコントローラーデビューの日。そばにはもう支えてくれる指導官の姿はありません。コリアンエア718タクシーバイヤーケベック6トゥウィスキー6ゲートウェイ。星崎さんの指示で旅客機が動き出すと、その時、出発直前の旅客機から白煙が上がるのを先輩が見つけた。すぐさま消防出動の要請がかかり、A 滑走路は閉鎖。口パクしないでね、周りね。先輩たちが情報収集する中、星崎さんは、はい、ありがとうございます。落ち着いて担当するエリアの航空機に指示を出す。刻々と入る情報によると、機体からの白煙は幸い火災ではなく、補助エンジンから漏れたオイルが気化し霧状に広がったもの。1時間後、消防から安全確認できたとの報告が伝えられた。平静を取り戻した空港は、まもなく離着陸のラッシュアワーを迎える。大変な時期も長かったなっていうのはあるんですけど、周りに信頼されるような、そういうレギュラーの時こそ力を発揮できるようなコントローラーになれれば、それが理想像かなって思います。日本の空港で唯一、もう一つの管制塔。成田空港の安全はプロフェッショナルたちに守られているのです。エブリィ。預けた手荷物がきちんと目的地に届く秘密、そして滑走路の真下にあった、うわ、なんだこれ、謎の地下トンネル。そんな巨大国際空港の舞台裏へまたまた潜入。そこにはまだまだ秘密がてんこ盛り。外国人が大人買いしていく日本土産はなぜか緑色ばかり。そこには意外なブームがあった。どこでも作れないと思う、日本でだけ。空港内を疾走する巨大な消防車。ポンプ入れます。駆けつけた先には燃え盛る炎。一体何が。貨物機の内部へ潜入。もうちょいもうちょい。積み込みの超絶テクニックをとくとご覧あれ。成田空港の舞台裏第3弾、巨大エアポートの奥の奥、今回もドドーンとお見せします。ご存知、成田国際空港。世界101の都市とつながるここ成田には1日およそ600便もが離着陸するんですが、たった今到着したこちらのジャンボ機、不思議なことに窓がほとんど見当たらない。さらに乗客が降りてくる気配もなし。すると突然、あ、開いてく。飛行機の先端がカパーッと開き始めた。カバが大あくびをするがごとく、開いた口からゆっくりと出てきたのは貨物。実はこれ貨物専用機。
その貨物の中に何やら動くものが。これは人の後頭部では？まさか人を運んできたわけじゃないと思いつつも、今度は中から人の手が。これは一体どういうことかと思ったその時、中にいたのは馬。およそ12時間かけて海外から運ばれてきた競走馬だったんです。あの後頭部の方は飛行中馬の世話をする人でした。こうした貨物機はレーシングカーやヘリコプターなんてものまで運んじゃうんです。年間3500万人以上が利用する成田空港は、実は物の行き来も世界有数の拠点なんです。貨物を降ろした後の機体の中はどうなっているかというと、うわ、広い。一度に最高113トンの荷物を運ぶことができるゆえ、とにかくでっかい。とここで上へと伸びる階段を発見。貨物室の上には何があるのか登ってみると、座席だ。貨物機なのに座席が。でもたったの6席だけ。実はこの席、先ほどの馬の世話をする人など貨物と同行する人用なんです。で、その座席の前方にはコックピット。機長曰く、貨物機と旅客機、見た目は同じでもその操縦は微妙に異なるんだとか。まあ、貨物機の場合は重い重量で飛ぶ時もありますし、飛行機の性能を最大限まで使う時もあるというのが一番大きな違いですね。重い重量で飛ぶことが多いため、離陸時にはスピードが出にくく、着陸では逆に落ちにくい。離着陸にはとにかく神経を使うんだとか。成田空港から日々飛び立つ様々な貨物、ここでふとある疑問が。それぞれの貨物は形や大きさ、重さもバラバラ。それをいかに組み合わせ効率よく安全に積み込むのか、そこにはバランスを取る男の存在が。その凄技はまた後ほど。ところ変わって旅客ターミナル。実は成田空港は全国でも有数の売上高を誇るショッピングモールでもあるんです。ずらりと並ぶのは250を超える店舗。中でも外国人に大人気の店があると聞き、早速その場所へ。それは出国審査を終えた後のエリアにありました。そこは秋葉原という名のお店。なるほど、外国の方には嬉しいジャパンブランドのお土産がドドーンと3000種類。巨大な土産店、その売り上げもすごかった。1日平均およそ1000万円でございます。メイドインジャパンを一堂に集めたこの店で、特にアジアからの方々に人気なのは、そう、お菓子。中でもこの緑色のパッケージがすこぶる人気なんだとか。確かにあっちにも緑、こっちのカゴにも緑。で、その正体は、キッカット抹茶。え、抹茶？抹茶の匂いがあるんだから、だからすごい美味しいタイで、すごい人気です。緑の箱の正体はハバーブレイクでおなじみのあのチョコレート菓子の抹茶味。世界でも有名なお菓子という安心感と、日本オリジナル味というスペシャル感。成田にそのお菓子ありと口コミで広がったらしく、主に中国やタイの方々が日本土産としてかなりの大人買いをしていくんだとか。にしても皆さん、抹茶とは実に渋い。聞けばそもそも抹茶自体がお好きなようで。中にはこんな強者も。
抹茶ラブは止まらない。数年前から始まったという抹茶ブーム、それに伴い店では販売スペースを拡大、およそ10種類の抹茶味のお菓子を販売しています。どこでも作れないと思う、日本でだけ。成田空港内の秋葉原で見つけた意外な日本ブームでした。そんな空港内には万が一の事態に備え消防施設が5カ所置かれています。深夜2時、 A 滑走路に隣接する西文献所から慌ただしく消防車両が出動。一体何が起こったのか。ポンプ入れます。消防車が駆けつけた先にあったのは、燃え盛る炎、炎上しているのは2台のバス。実はこれ、月に一度行われる消火救出訓練。消火に当たるのは成田空港に6台配備されている超大型の化学消防車。1分間にドラム缶30本分の強力な放水が可能で、その射程は80メートル以上。そんなハイテク車両を使い実戦さながらの訓練を繰り返すのは、もちろん人命救助の最前線に立つからこそ。空港消防の国際基準では出動から3分以内の現場到着が絶対条件。しかし成田空港の消防は、はい、この下。それよりも厳しい2分以内に設定。高い目標をクリアすべく日々訓練を積んでいるんです。それゆえ隊員のスキルは世界でもトップレベルだといいます。有事の際は安心して、任せていただけるような、空港消防を目指していきたいと思っております。雨足が強まってきたある日の夕暮れ時、隊員が航空機の監視任務に当たっていたその時、管制塔から出動要請が。すぐさま化学消防車へ乗り込み要請場所へと向かいます。夜の訪れとともに次第に激しさを増す雨と風、視界も悪くなってきたことで、万が一に備えすぐに駆けつけられるよう滑走路脇での待機要請が入ったのです。そこにはひたむきに空港の安全を願うプロたちの姿がありました。今成田空港で増えているのが格安航空会社 LCC。 安全かつ低価格を実現するため様々な工夫をしているんです。その一つが旅客機の着陸から次の離陸までの間にありました。こちら到着したばかりのある LCC、作業を行う外回りのスタッフはたったの3人、皆女性です。この旅客機の出発予定は40分後。まずは手荷物が入ったコンテナを3人がかりで下ろすと、1人は素早くそのコンテナを到着ターミナルへ。で、残った2人は何をするかというと、出発15分前、安全監督者でもある一人が不思議な行動に。機体をペシペシしたかと思ったら、竿のようなものを手に取りスルスルとパイロットに何かを渡した。一体何を渡したのか。時間を5分前に巻き戻してみると、先ほどの安全監督者後藤さんが何かを書いていた。パイロットに渡したのはこれ、手荷物の重さや配置などを記したフライトには欠かせない大事な書類だったんです。お客さんの中を待って上がってると時間がそれだけで過ぎてしまうので、それなるべく早く上げるために、限られた人数でテキパキと仕事をこなす、
これも LCC ならではの知恵。その頃3人目のスタッフ坂村さんが何やらクワガタの頭のような車両を巧みに操り旅客機に近づく。するとその車両で後輪をガチッと挟み込んだ。乗客も乗り終え出発予定時刻も近づいたその時、ブロックアウト47分です。旅客機が後ろに下がり始めた。引っ張っていたのはさっきの車両でも誰も運転していない。で旅客機の前方を見ると坂村さんの姿が。彼女の手には何やら四角いものが。実はこれリモコン。あのクワガタ車を遠隔操作していたんです。通常航空機を誘導路に出す作業はこのようなトーイングカーという車を使って2人から3人で行います。そこでこちらの LCC では1人でも作業可能なハイテク特殊車両を国内初導入していたんです。少数精鋭で安全と格安を実現する、そこには LCC ならではの知恵と工夫がありました。再び貨物専用機、大きさや形、重さもバラバラな貨物、それらをパズルのごとく組み立て目的の貨物機にビシッと収める男がいるといいます。平たく言えば貨物機のバランスを取るプロ、それがこの方、一ノ瀬武さん34歳。ロードプランナーと呼ばれる一ノ瀬さんの仕事、ちょうど設計図らしきものの作成中。ちなみに重い貨物は機体のどのあたりに積むんですか？強度が強い場所がここの、あの真ん中、まあ、羽の部分ですね、羽の部分に、なってくるので、はい、そこに、搭載をしてあげ、区画ごとに搭載量が決まっているためどこに何を置くかが腕の見せ所。この日バランスを取る男にはいささか気になる貨物が。確認したかったのはこの細長い貨物。さてこれをどう積み込むか。とはいえ形や重さだけで積み方を決めるのはご法度。貨物の中身は千差万別、温度管理が必要なものから隣り合わせが好ましくないものまであるからなんです。もうちょっと引っ込めた方が多分パレットを後ろに来た時に若干当たるかな。でバランスを取る男が導き出した組み合わせがこれ。台座から 1.5 メートルもはみ出した。隣に積む貨物に影響はないのか。出発2時間前機内への積み込みがスタート。一ノ瀬さんはあの細長い貨物をどのようにバランスよく配置したのか。お願いしますよ。その掛け声とともに貨物が機内へ。床に設置されたローラーを操り向きや進む方向を細かく調整していく。そんな中突然流れが止まった。あの細長い貨物。もうちょいもうちょい。ローラーを駆使し慎重に向きを整える。そして無事に機内へ。しかし隣り合わせとなる貨物もでかい。このままだとあの出っ張りにぶつかってしまうのでは。後ろから貨物が接近。ギリギリで寸止めなのかと思ったら差にあらず、かなりビタッと刺さってはないっすね。刺さってないんですか。こんな感じです。一応なるほど、お見事。バランスを取る男はこの出っ張りを計算して隣り合う貨物のサイズを決めていたんです。これぞプロの技、あっぱれ。ぴったりと回ってますね。見ると気持ちいいですね。バランスを取る男の緻密な計算で88トンを無事搭載。定刻通り目的地へと旅立ちました。
巨大エアポート成田国。広さ東京ドーム250個分、1日700便が行き交っていた成田国際空港。年間4000万人以上が利用していた空の玄関口も、去年2月以降利用者が激減、ガラリと変わってしまった巨大エアポート。その舞台裏にカメラが入った。見えてきたのは、私たちの見えない場所で働くプロフェッショナルたちのリアルな今。巨大貨物機により多くの荷物を安全に積み込め。うわ、すごい広っ。しかし荷物は不揃いのものばかり。積み込みのプロはどんなアイデアで安全に搭載するのか。これ以上傾いちゃうと危ないですね。積み込みの超絶テクニックをとくとご覧あれ。飛行機の安心安全な運航を支えるべく、日々機体の点検に汗を流す女性整備士。彼女が点検の際、いの一番に行うのは、機体につないだケーブルの赤いスイッチを押すこと。今日も安全に空へと送り出すため、飛行機自体にもダメージを与えてしまうことが。整備のプロの目は些細なことも見逃さない。ゴーニエッジがぐるぐるだから。あ、そして見つけたある不具合。いつもと違う成田空港第2弾、空の凄腕仕事人たちの今を見つめます。朝8時の出発ロビー。以前なら利用客が行き交っていた時間帯も人影はほとんどなし。旅客機の大半が欠航が続いていました。しかし滑走路を見ると、なぜか飛行機が渋滞中。駐機場にも多くの機体が止まっている。これは一体どういうことなのか。たった今到着したジャンボ機に目を向けると、機内から大きな荷物が。そう、先ほどの飛行機の多くは貨物機だったんです。成田空港は世界有数の物流拠点。コロナ禍で旅客機の運航本数が激減したため、これまで旅客便で運んでいた荷物が運べなくなった。その荷物を運ぶため、貨物専用便の需要が増えているんです。一度に最大133トンもの荷物が積めるこのジャンボ貨物機。貨物をすべて降ろした後の機内はどうなっているのか。特別に中を見せてもらうと、うわ、すごい広っ。長さ55メートル、横幅 3.4 メートルと、とにかくでかい。このジャンボ貨物機、最大の特徴は、そう、ノーズ部分がカパーッと開く仕組みになっているんです。ここを利用することで、映画館のスクリーンや F1 カー、小型飛行機などが輸送できるんです。中にはこんなものも。貨物の中に何やら動くものが。ん？これは人の後頭部では？まさかと思いつつも、人の手も出てきた。こりゃ一体どういうことかと思ったその時、中から出てきたのは馬。運ばれてきたのは競走馬だったんです。あの後頭部の方は飛行中馬の世話をする人でした。運ばれてきたものが置かれる場所には、乗用車や飛行機のエンジンなども。
で、来るものあれば、これから運ばれるものあり。荷物は大きさや形、種類に重さもバラバラ。これらをいかに安全に効率よく貨物機に乗せるか。そんな課題をパズルのごとく組み立て、搭載機にビシッと収める仕事人がいるんです。白瀬美咲さん28歳。貨物機の荷物を配置するロードプランナー。平たく言えば飛行機のバランスを取るプロ。白瀬さんはこの日、ロサンゼルス行きの便を担当。どの荷物をどう乗せるか試案中。貨物機は区画ごとに搭載量が決まっており、どこに何を置くかが腕の見せどころ。とはいえ、形や重さだけで積み方を決めるのはご法度。温度管理が必要なものから、隣り合わせが好ましくないものまであるからなんです。何も考えずに変えちゃうと、結構燃料消費が激しくなっちゃうので。配置が悪いと燃費も悪くなる。何事もバランスが大事。この日